はい、どうもヤミです。この動画は OLL57 パターン全ての手順を解説した動画となります。で、2時間半以上あるかなり長編の動画となってますが、全て見るような動画ではなく、自分が覚えたい OLL の手順をピンポイントで狙ってその手順を覚えて、また別の手順を覚えたければその手順のところまでスキップしてその手順をピンポイントで見るとかね、そういった動画になっているので、この動画をうまく活用していただくだけで全ての OLL を習得することができます。で、少しだけこの動画の活用方法についての説明をさせていただきますと、はい、各手順でこういった画面になっていて、その各手順の回転記号が上に表示されていて、区切ると分かりやすい部分でスラッシュを入れてる手順とかもあります。で、回転記号に色がついてるやつは青色がついてたら、こういう風な左の人差し指で U をプッシュするとか、または左の人差し指でこういう風に払うように U をするとか、そういう風なプッシュの時に青色を使っています。で、ピンク色の場合はですね、ミハエルトリガーといって、この F プライムを左手の人差し指でこういう風にするとき、この時にピンク色を使用しています、はい。あと緑色があるんですが、その緑色というのは持ち替え記号で、こういう風な回転記号ではなく、こう持ち替える記号ですね。こういう風に Y とか Y プライムとか X プライムとか、こういう風に持ち替える記号を緑色で表しています。で、この動画で解説している OLL には全て番号が振ってありまして、これは僕が独自に番号を振ったものなので、他のサイト等とは番号が違うかもしれません。で、この番号に沿って習得 OLL チェックシートというものをダウンロードできるようにしてあります。動画概要欄に PDF のリンクが貼ってありますので、そちらから画像を保存していただいて、プリンターなどで印刷して覚えた OLL をチェックしていくと、覚えたら丸とかね。そしてこの番号に沿ってコメント欄の上部とかね、概要欄に各手順のタイムリンクを貼ってありますので、例えば28番を覚えたいよっていう場合は、28番の横にあるタイムリンクをポンと押してもらうと、その手順の解説に飛びますので、全ての動画を見る必要はありません。で、あとキューブを始めたての初心者様が最初に覚えておいた方がいい手順がありまして、その手順には初心者マークがついてますので、この初心者マークを目印にぜひ覚えていってみてください。で、あと各手順の右下の方にですね、その形の再現方法の手順も載せてあります。例えばこの手順を練習したい時に、この形になってればいいんですけども、その形になるまでキューブを何回も回すのも大変なので、その形の再現方法を記載してあります。この再現方法が分かっていれば、その手順を作り出すのが簡単なので、この手順を作り出してから各パターンを練習して覚えていくというスムーズな流れで練習できるようになっています。はい、ということでこの動画の活用方法についての説明は以上となります。 OLL57 パターン全ての習得を目指して頑張ってみてください。はい、では1番の OLL を解説します。この形は最も基本的な OLL の形で、スーンと呼ばれています。上面のコーナーのパーツが3つだけ入っていないような、このような状態です。で、上から見た時にお魚みたいなマークになっていて、お魚の頭を自分にこう向けた時に、こちら側に黄色がある時、これが1番の OLL となります。では揃えていきましょう。手順はこの通りです。持ち方はこの黄色が右に来るように持って、上面のこの四角の部分が自分の方に来るように。だからこうじゃないですね、こう向きです。それでは回していきましょう。まず R 押し込みで U R プライム U R U プライム2 R プライム。ではもう一度やってみます。 R この時の U を左の人差し指でこうやってもいいです。 R プライム U R U プライム2 R プライム。普通にやってみます。普通の速さでやると、こんな感じです。そしてもう一つおすすめの手順です。この向きではなく、この向きで揃える手順となります。この通りです。ではやっていきます。まず持ち方はこうで、L プライム、U2、L、U、L プライム、U、L。もう一度やってみましょう。L プライム。この時に人差し指中指で U2、そして L、そして人差し指で U、そして L プライム UL。 一度普通にやってみます。はい、では2番の OLL を解説したいと思います。これも基本的な OLL の一つで、
1番で紹介した寸の逆のアンチ寸と呼ばれています。こういう形になった時です。上のコーナーのパーツが3つ入ってなくて1番と同じなんですけども、このお魚みたいなマークをこう持った時にこちら側に黄色がある時、これは左ですね。僕の解説動画でよく出てくる左のバージョンと同じとなります。では揃えていきましょう。この回転記号通りとなります。持ち方はこの黄色面の塊の四角が手前に来るようにして左に黄色がある状態、この状態で持ちます。ではいきます。 L プライム U プライム L U プライム L プライム U2L こうなります。もう一度やってみましょう。こういう風に持って左から動かし始めます。左で L プライム、左の人差し指で U プライム、そして L、 そしてもう一度左の人差し指で U プライム、L プライム、右で人差し指中指で U2L。 一度普通にやってみます。はい、そしてこの2番もおすすめのもう一つの手順ですね。この向きではなくてこの向きで回します。はい、この手順となります。持つ向きはこうで、持ち方もこういう風に持ちます。ではいきます。まず R、 そして左の人差し指中指の順番で U プライム2をします。そして R プライム、そして左の人差し指で U プライム、 R、 U プライム、 R プライム。もう一度やってみます。 R、 U プライム2、 R プライム、 U プライム、 R、 U プライム、 R プライム。一度普通にやってみます。はい、それでは3番の OLL を解説したいと思います。この OLL は上面見た時にコーナーが2つ入っていなくて、側面の黄色がこことここにある状態の OLL となります。これに似てる OLL としてこういうのがあります。はい、こういうふうに見比べると、こっちの場合は向こう側のここについてるんですが、今回の場合は横です。はい、間違えないようにしましょう。はい、それでは揃えていきたいんですけども、こちらでやっていきます。まずですね、最初の手順として一番重要な X プライム、黄色目を前に自分の方に傾けます。はい、これは普通のこういう R とかの回転記号と違って持ち替え記号といって、キューブ自体をこういうふうに傾けてしまうということですね。で、今回は X プライムなのでこうです。はい、この状態から開始します。ではまず右手をこういうふうに持って、 R、 U、 R プライム、 D、この D は左手の薬指で行います。そして R、U プライム、R プライム、D プライムなんですけど、これも左手の薬指で、こういう感じです。それではもう一度やっていきましょう。まず黄色面を自分の方に傾けて、そして右手の親指を下に回して、この状態からスタートです。R、U、R プライム。この次、左手の薬指で D です。はい、そして R、U プライム、R プライム。そして左手の薬指で押し込むようにして D プライムをします。はい、普通にやるとこんな感じです。そしてこの D を使う手順、 D とか D プライムとか、これは初めのうちは慣れなくて非常に回しづらいと思うんですけども、 PLL の E パームを習得しようとするときに使いますので、今のうちにこの手順で覚えてしまった方がいいと思います。はい、そして先ほどのこの D を使う手順、これっていうのは最初ちょっとやりにくいと思うので練習しないと難しいんですけども、まあ、慣れてしまえば簡単にできるんですが、もう一つ初心者様におすすめの手順がありますので、そちらも紹介しておこうと思います。ではこちらの回転記号通りとなります。で、先ほどはこの黄色がこういうふうに持ったんですが、今度はこう向きで左側に黄色が来るように持ちます。はい、それでは揃えていきましょう。持ち方はこのままで、右手の人差し指だけこの辺り置いてた方がいいと思います。では、 RW 二層回しです。そしてこの人差し指を使って U、 R プライム、 U プライム、 R プライム W をして、この人差し指で F、 R、 F プライム。もう一度やってみましょう。人差し指はこの辺に置いて、 RW、 U、 R プライム、 U プライム、 R プライム W、 F、 R、 F プライムと。それでは普通にやってみます。では4番の OLL を解説していきます。
これはですね、上面が綺麗に十字になっていて、その側面の色がここと反対のここに、こういう風になっている時ですね。非常にわかりやすいと思います。似ている OLL としてこういうのがあります、はい、上十字になっていて、ここまでは一緒ですね。十字とここで反対側が違います、はい、今回は対面にこことここにあるんですが、こっちの場合はここと対面のここではなくて横側についているので間違えないようにしましょう。はい、では揃えていきたいんですけども、この OLL も非常に簡単な初心者様用の手順があるんですが、ちょっと僕がいつも使っている方を先に解説したいと思います。初心者様用手順は、覚えやすいんですけども、手順が少し長いので、早くやろうと思ったらあまりおすすめはできないので、先にこちらから紹介していきます、はい、では持ち方はこの黄色、こことここのやつが横にこういう風に持ちます、はい、でこの手順を回します。この2手目の U を左手の人差し指を使ってこういう風に回しますので、最初からここに置いておきます。それではいきます。 R U R プライム U R U プライム R プライム U R U プライム2そして R プライム。はい、ではもう一度やっていきましょう。この2手目の U をこうではなくて左手の人差し指で押し込んでもいいんですけども、少しやりにくいと思うので僕はこうしています。それではいきます。 R U R プライム U R U プライム R プライム U R U プライム2、左手の人差し指中指です。そして R プライム。一度普通にやってみます。はい、それではこの4番の初心者様用の、簡単な手順を紹介したいと思います。この簡単な手順では、この黄色を前にして持ちます。こうでもいいし、こうでもどっちでもいいです。今回はこの向きでいきますね、はい、まず F をします。 F ですね。そしてセクシームーを単純に3回します。はい、そして F プライムで戻してあげれば揃います。もう一度いきます。右手の親指を下側に回してF、 そしてセクシームーブを、3回やった後 F プライムで上に戻すだけです。では一度普通にやってみます。はい、4番のもう一つの手順なんですが、これはこのヘッドライトが手前に来るようにして持ちます。こうでもいいし、別にこうでも大丈夫です。今回はこれでいきます。いろんな手順があるんですが、まあ一つでいいじゃんっていう感じするかもしれないんですけども、この手順に似てる OLL とかがありまして、覚えておいて損はないので一応解説をしています。はい、ではいきます。右手の親指を下側にしてこのように持ちます。まず U が2回バージョンのセクシームーブをする感じで R U2 R プライム U プライム、はい、ここで普通にセクシームーブをします。 R U R プライム U プライム、はい、あとは R U プライムR プライムで下げるだけで揃います。もう一度やってみましょう。右手の親指を下に回して U が2回バージョンのセクシームーブをします。 R U2 R プライム U プライムでセクシームーブ、 R U R プライム U プライム、あとは上げ横下げですね。 R U プライム R プライム、はい、では普通にやってみます。この状態になったらこう持って、はい、では5番の OLL を解説していきたいと思います、はい、これは4番の OLL と似ていて、4番はこれで上面十字は同じなんですが、4番は側面の黄色がこことここに対面についてたんですけども、5番はここと側面のここですね。なので間違えないようにしましょう。今回はこちらのタイプです。この OLL も簡単な初心者様用の手順がありますので、先にですね、効率がいい方をご紹介して、まあ、ちょっと難しいよって方のために簡単な方法も用意してます。ではとりあえずいきますね。持ち方は、この側面に黄色がついている、これが右側に来るようにこういう風に持ちます。ここの黄色が左側です。はい、こういう風に持って次の手順をします。まず持ち方はこのままです。こういう風に持ちます。それではいきますね。まず R をします。 R、 そして左手の人差し指中指で U プライム2をした後、この手のまま R プライム2をします。そして左手の人差し指で U プライム、この手のまま R2、 そ
そしてまた左手の人差し指で U プライム。このまま R プライム2をして U プライム2、人差し指中指して R。 こんな感じになります。もう一度やってみましょう。ではいきますね。 R、U プライム2、 2回下げ U プライム、2回上げ U プライム、2回下げ U プライム2、 1回上げ。こんな感じです。一度普通にやってみます。はい、では簡単な初心者様用の手順を紹介します。持ち方は同じで、後々出てくる41番の OLL と9番の OLL を連続してやるような感じです。非常に簡単な手順となっております。ただ手順が少し長いので、早くやりたい場合はあまりおすすめはできません。ではいきます。まず右手の親指を下側に持って FW、 こうですね。そしてセクシームーブをします。そして FW を戻す。そうすると9番の OLL の形になるので、そのまま F してセクシームーブ F プライム、これで揃います。もう一度やってみましょう。 FW セクシームーブ FW プライム、そして F セクシームーブ F プライム。はい、6番の OLL を解説したいと思います。はい、6番はこういう風な形、上面のコーナーの黄色が対角にこういう風に入っていなくて、側面がこことここにあるような感じですね。ではこの時の OLL を解説します。はい、まずですね、この OLL は3番でやったように D とかこういう風な感じのやつが出てきます。で、これも E パームを習得するときに役に立ちますので、この手順で覚えてしまいましょう。ではいきます。まずこの黄色をこういう風に持ちます。この右側と後ろ側のここに来るようにして持ちます。上面の揃っていないコーナーがこことここに来るような感じです。はい、この状態でまず X プライム、黄色目を前に自分の方に倒します。はい、この状態からスタートします。ではいきますね。右手の親指を下側に回してこういう風な感じで持ちます。それではいきます。 R、 U プライム、 R プライム、この次に左手の薬指で D をします。はい、そして R、 U、 R プライム、またまた左手の薬指で D プライムを押し込みます。はい、もう一度ゆっくりやっていきましょう。 R、 U プライム、 R プライム、 D、 R、 U、 R プライム、ここで D プライム。普通にやるとこんな感じになります。はい、それではこの6番の OLL も簡単に覚えれる手順がありますので、そちらの方も紹介していきたいと思います。ただこちらの簡単な手順は、先ほどの手順が8手なのに対してこっちは10手かかってしまうので少し時間がかかってしまいます。先ほどの D を使う手順が、どうしても難しいよっていう方はこっちで覚えてしまってもいいかと思います。はい、ではいきます。まず先ほどとは向きが違うんですけども、さっきは、これとこれをこういう風に持って斜めに倒してこういう風に持ちました。だけど今回はこの黄色面が上のままで、左と右にこの黄色が来るように持ちます。はい、ではいきます。まず L プライムで左を上げます。はい、その次に普通に右でセクシームーブをします。 R、 U、 R プライム、 U プライム、そして先ほど上に上げた左を L で下に戻します。そしてここにペアがあるんですけども、これをここに収納するだけです。 U、 R、 U プライム、 R プライム。もう一度やってみましょう。簡単に説明すると、左を上に上げてセクシームーブをして左を下ろす。そしてこのペアを U、 R、 U プライム、 R プライム、これで収納します。普通にやってみます。はい、では7番の OLL を解説したいと思います。はい、これはですね、3番で紹介した OLL に似てます。はい、3番はこれでした。こういう風にここから見たら同じなんですけども、横が違います。今回はこっちです。はい、側面に黄色がある、このタイプは3番なんですけども、これと間違えないようにしましょう。今回はこのタイプなんですけども、この側面の黄色2つ、これを反対側のこういう風に向けます。ではやっていきます。この回転記号通りです。まずですね、右手の親指を上側にこういう風にして持ちます。はい、そしてこの手のまま R プライム2をします。ここまで持ってきます。そして左手の薬指で D プライムをします。こうです。押し込む感じでここでこうします。そしてこのまま R、U2、 そして R プライム、そしてこの時に左手の薬指で D を
します。そしてこのまま R U2 R こういう感じになります。はい、ではもう一度やっていきましょう。側面の黄色を後ろ側に回してこういう風に、そして親指を上からこうやって持つ。そしてこのまま R プライム2をします。そして左手の薬指で T プライム R U2 R プライム、そして左手の薬指で T をします。そして R U2 R、 この R プライム2 D プライムまでを一気にやる感じでやった方がいいと思います。簡単に覚えるなら R プライム2 D プライムを一気にやる、そして上げ横横下げ上げ横横下げみたいな感じでして、そして下の段 D でこっちに戻す。そして上げ横横上げです。上げ横横上げ、こういう風な感じで覚えると覚えやすいと思います。では普通にいきます。はい、それでは8番の OLL を解説していきたいと思うんですけども、1番から7番までの OLL は十字型の OLL といって、これから OLL を全部覚えていこうっていう方がとりあえず絶対に先に覚えておいた方がいい7つの OLL を紹介しました。上面が十字になっている十字型の OLL というのは7つしかないので、この8番から57番までは十字型というのはもう出てきません。十字型の OLL 以外にも初心者様が簡単に覚えれる手順は左上のここに初心者マークをつけてますので、それを目印にして覚えていただけたら簡単に効率よく覚えていけるんじゃないかなと思います。はい、それでは8番の解説をしたいんですけども、これはですね、上面見た時にこの2マスだけ、この2つのパーツだけが入っていないと、こういう形になった時の手順を紹介します。この OLL は他に似てるタイプがないのですぐにわかると思います。はい、はい、それではやっていきましょう。まず持つ向きですね。持つ向きはこうです。手前と右側に入っていないパーツが来るようにこういう風にして持ちます。そしてこの手順を回します。それではいきます。持ち方はこうです。このまま RW をします。そしてこの右手の人差し指で U、 そして R プライム、その次に U プライム、この次ですね、M というのが出てくるんですが、 M は非常にやりにくいので真ん中を下に下げる動作なんですが、これはやりにくいので RW プライムで右の2層とも一度下げます。そして R でこのペアを上に持ち上げて、これですね。そして U、 R、 U プライム、 R プライム、こんな感じになります。ここで注意すべきは M の部分ですね。ではもう一度いきますね。このまま RW、 U、R プライム、 U プライム、ここで M をして真ん中だけ下げたいんですけども、それがやりにくいのでこのまま RW プライムで2層とも下げます。そして R でこのペアを持ち上げて U、 R、 U プライム、 R プライム、こんな感じになります。一度普通にやってみます。はい、それでは9番の OLL を紹介したいと思います。この OLL は非常に見分けやすくて T になってます。この T 型になってる OLL っていうのはもう一つあるんですけども、これですね、 T になっていて、横側がこれは2つ黄色が並んでいますね。でも今回のは横に1つです。ここで見分けることができます。 T なんだけども横から見た時に2つ黄色が並んでいるのか1個だけなのか、今回は1個だけのパターンです。この形は全ての OLL の中で一番簡単な手順となります。はい、それではやっていきます。まず持ち方なんですが、この T を横向きにこういう風に持ちます。はい、それで次の動きをします。ではいきます。まずですね、右手の親指を下側にこういう風にして持ちます。ここから F、 セクシームーブを普通にやります。 R、 U、 R プライム、 U プライム、そして F プライムで戻すと揃います。もう一度やってみます。こういう風に T になって横が一つだなと思ったら、この T を横向きに持って親指を下にしてこう持ちます。そして F、 セクシームーブ、 F プライム、以上です。これは本当に簡単なので絶対に覚えておくべき OLL です。一度普通にやってみます。はい、それでは10番の OLL を解説していきたいと思います。これは9番と同じで T の形になっています。はい、こちらが9番、こちらが10番なんですけども、違いは横から見た時にここの側面の黄色が1つなのか2つなのか、1
一つのタイプは先ほどの9番の手順で揃えることができるんですけども、今回の T は横から見た時にこの黄色が2つ並んでるやつですね。こちらのバージョンを解説していきます。この10番の OLL も9番と一緒で非常に簡単な手順で揃えることができます。はい、まず持つ向きなんですけども、9番と同じで T を横にしてこうやって持ちます。そして次の動きをします。持ち方はこうです。このままとりあえずセクシームーブをします。 R U R プライム U プライム、次にこのままスレッジハンマーをすれば揃います。 R プライム F R F プライム。ではもう一度いきます。この時に親指を下にしてこうやってしまうと、途中でこうやってリグリップしないといけなくなるので、最初の親指はこの位置からスタートすることをおすすめします。ではいきます。まずセクシームーブ R U R プライム U プライム、そしてこの手のまま R プライム F R F プライム、一度普通にやってみます。はい、11番の OLL の解説をしていきたいと思います。これはですね、アルファベットの H の形になっているので非常に見分けがつきやすいです。これに似ている OLL っていうのがないので一発でわかります。そして手順も簡単なのでぜひ覚えてみてください。ではいきます。この OLL の時の持ち方は H の向きでこのままで OK です。では次の回転記号通りに回せば揃います。いきます。まず持ち方はこういう感じで持ちましょう。そしてこの手のままセクシームーブをまずやります。 R U R プライム U プライム、そして左手の薬指で M プライムをします。後ろでこうですね。そして U R U プライム R プライム W、 これで揃います。もう一度いきましょう。まずはセクシームーブ R U R プライム U プライム、そしてこの次に M プライムを左手の薬指でやります。そして U R U プライム R プライム W、では普通にやってみます。はい、それでは12番の OLL の形を解説していきたいと思うんですけども、この形も非常に区別がつきやすくてサイコロの5みたいな感じになっています。はい、これに似ているやつはないので一発でわかると思います。それではこの形になった時の揃え方を解説していきます。この手順通りに回します。持つ向きはどこから持っても、この形は同じなので、まあ、こう持ってもらって、まず最初に M、U というのが出てきます。はい、この M というのがやりにくいので右2層 R プライム W で2層とも下げてしまいます。はい、そして R して U とすることで M、U としたのと同じことになっています。そしてここからセクシームーブをします。はい、この時にこの手の形のまま M プライム2なので少しやりにくいので、M プライム2のその2回分ですね。 M プライムが2回なのでこれの初めの1回分を RW で補います。そして左手の準備ができているのでこの時に左の薬指で M プライムしながら右で R プライムします。はい、そうするとこうなります。ここで U R U プライム RW プライム、はい、少しややこしかったのでもう一度いきます。この手順は解説を聞いてると結構ややこしいんですけども、覚えてしまうとめちゃくちゃ簡単な手順です。はい、もう一度やってみましょう。 M、U がやりにくいので R プライム W、R、U とします。そしてここから普通にセクシームーブをします。はい、そしてこれをやった後のこの薬指の位置というか、これが少し M プライムやりにくいのでこのまま右で RW して、 M プライムをしたのと同じことにして、次に M プライムをまだ1回しかしてないのでもう一度しないといけないんですけども、R プライムをしないといけないので同時にやります。 R プライムと M プライムを同時にやるとここで白が並びます。これを U して一度このペアを解けて R U プライム R プライム W とすることで全て揃います。はい、さっきの指使いというかこの動かし方が少ししっくりこないっていう方ややりにくいって方は、この R プライム W R U この後にこの右手を親指下に回して、これでやると少し回しやすくなるかもしれません。はい、まあ、この手のままセクシームーブとかね、
やるか下からこうやるかの違いなんですけども、下からやる方が慣れてる方が多いと思うので、こちらでもまあいいと思うんですけども、できたらねホームグリップと言いますか、このまま持ってやった方が無駄がないので、こちらの方をおすすめします。では普通にやってみます。はい、それでは13番になった時の解説をしたいと思います。これはサイコロの3みたいな感じになっているので、これも12番のサイコロの5みたいな感じで非常に見分けがつきやすいと思います。はい、ただ手順は少し難しいので頑張って覚えてみてください。で、とりあえず持つ向きなんですけども、左から右下に斜めに黄色が来るように持って、前と右にこの1個の黄色が来るように持ってください。これが側面にこう2個並んでいる黄色があるんですけども、これが見えないように前と右に1個ずつの黄色が側面にあるように、このように持ってください。で、次の回転記号通りに回します。まず R をします。そして左手の人差し指で押し込み U、 R プライム U、 ここでスレッジハンマーをします。 R プライム F、 R、 F プライム、そしてここで U プライム2をします。そしてスレッジハンマー、 R プライム F、 R、 F プライム、もう一度やってみます。いきます。まず R、 押し込みで U、R プライム U、 スレッジハンマー、 R プライム F、 R、 F プライム、そして U プライム2、そしてスレッジハンマー、 R プライム F、 R、 F プライムで、2手目の U を左手の人差し指でこういう風にしてもいいと思います。僕はいつもこうやってやっています。ではそちらの方で一度やってみますね。まず R、 左手の人差し指で払う U、 R プライム U、 そしてここでスレッジハンマー、 R プライム F、 R、 F プライム、そして U プライム2、そしてこのペアをスレッジハンマーでここに収納すると揃います。 R プライム F、 R、 F プライム、一度普通にやってみます。いきます。はい、それでは14番の形になった時の解説をしたいと思うんですけども、これはミッキーマウス型と呼んでいて、僕はなんかミッキーっぽいじゃないですか。で、ミッキーマウス型はもう一つあって、もう一つ15番の OLL でこういうのがあるんですけども、これの違いはここのミッキーっぽいのは同じなんですが、側面見た時に3つ黄色が並んでいるか1つか、まあ横から見た時もこっちの15番は横に2つ並んでいて、今回の14番は1つと、まあ3つ並んでるのが特徴ですね。はい、今回はこっちです。こっちと間違わないようにしましょう。で、これになった時の持ち方なんですけども、まずこの3つ並んでいるやつを左側にこういう風にして持ちます。キューブの持ち方はこれで大丈夫です。まず R をします。 R、 U プライム2、そしてこのまま R プライム2のスレッジハンマーをします。ここまでできたら U プライム2、左の人差し指中指でこうします。そして右手がフリーになっているので右手の薬指で M プライムをします。はい、そして U、R、 U プライム、 R プライム、 W と、そうすることで揃えることができます。もう一度やってみましょう。これで3つ並んでるやつを左に持って、この状態で R、 U プライム2、このまま2個下げの R プライム2バージョンのスレッジハンマーをします。 R プライム2、 F、R、 F プライム、 U プライム2をします。そして M プライムを右手の薬指で知って U、R、 U プライム、 R プライム W となります。はい、今ご紹介した指使いでは少し難しいよっていう方が出てくるかと思います。はい、それはどこかというと、おそらく R、 U プライム2、2個下げのスレッジハンマー、 R プライム2、 F、R、F プライム、この時です。この手つきのまま U プライム2を左手でやって、さらに右手で M プライムをすると、はい、これが少し難しいと思うので、この場合こう持っていただいてもう一度やります。 R、U プライム2、 2個下げのスレッジハンマーの後
この手のまま右手で U2 をできたらやりやすいので、ちょっとリグリップするんですが、この右手の角度をですね、こういうふうに U2 できる状態にして、このまま U2、 そして M'U、 R、 U'、 R'、 W、 はい、これだとやりやすいと思うので、慣れないうちはこういうふうな手つきでやってもいいのかなと思います。ただ少しここのところで無駄が生まれてしまうので、できたら先ほどのこのまま左でやって、これでできるようにした方がいいと思います。まあ、少しコツとしては、 RU'2 2個下げのスレッチハンマーやった後、この後ですね、このまま U'2 をやって、ここで右手の薬指だけで M' をするのではなく、まあ、それができたらいいんですけども、このまま RW をして R' をするような感じ、迎えにくいような感じで M' をやるのがいいと思います。ここでこういう感じですね。このままこのような感じでやると少しやりやすいと思います。普通にやってみます。はい、それでは15番の OLL の解説をしたいと思うんですけども、これは14番で紹介したミッキーマウス型のもう一つのパターンとなります。14番で紹介したのはこの形でしたよね。3つ並んでるやつです。ミッキー型で横から見た時に3つ並んでるやつが14番。今回はこちらではないので間違えないようにしましょう。で、こちらのミッキー型についてなんですが、横から見た時にこういう風に2つ並んでいると、こういう風になっているやつが今回のパターンです。まあ、3つ並んでるやつがないパターンです。はい、これになったらこういう風に持ちましょう。はい、前回の14番の時はこれをこういう風に持ったんですが、今回は14番と向きが違います。この向きで持ちましょう。そして次の回転記号を回せば揃います。では行きます。持ち方はこれで大丈夫です。はい、それではやっていきましょう。まずですね、 R'W をします。そして RU R、 ここで押し込みの左の人差し指で U をします。その次に R', ここで U' をして RW をするんですが、この時にこのここにあるペア、これを R'2 で下まで持ってきます。そしてスレッジハンマーで収納します。はい、こういう感じになります。もう一度やってみます。はい、ではもう一度いきます。 R'W で2層下げ、そして RU R、 ここで押し込みで U、 そして R' で下げる、ここで U', この時に RW をして、ここにあるペアを R'2 で下まで下げてきて、スレッチハンマー FRF'。 はい、これで揃います。では一度普通にやってみます。はい、もう一つおすすめの手順を紹介しておきます。この手順は真ん中のこの S とか S' っていう手順を使うので少しだけ難しいです。はい、それではやっていきましょう。持つ向きなんですが、先ほどとは違ってミッキーのマークをこっち向きにして、この2つ並びが左側にこういう風になるように持ちます。そして次の動きをします。それではいきます。まず左手の人差し指で S' という動きをします。この真ん中の列をこちら側に、こういう感じです。そしてこの右手のまま RU R'、 ここまでやったらこちらの人差し指で真ん中の列をこっちに戻します。 S、 はい、そして U', このペアをここに持ってきます。そしてスレッジハンマー R'FRF'。 もう一度やってみましょう。ではいきます。 S'RUR'、 ここで SU' でこのペアを持ってきて R'FRF'。 最後はスレッジハンマーです。では普通にやってみます。はい、それでは16番の OLL の解説をしていきたいと思います。このパターンはですね、上から見た時ドットタイプって言って、真ん中だけにチョンってなっていて、両サイドにこう3つ並んでるのが2つあると。はい、こことここにあるやつですね。で、こことここは1個ずつ
こういう形ですね。はい。これに似ている形として、20番で紹介する。この OLL に少し似ています。ここ3つ並んでるのが右と左にあって、まあ上から見た時は違うんですが、ここがちょっと似てますよね。はい。まあこれと間違えないようにしましょう。今回はこちらの形です。はい。それではこれの解説をしたいと思うんですけども、この OLL はスレッジハンマーを2回するようなイメージです。ではやっていきましょう。この3つ並んでいるやつを右と左にこういうふうに持ちます。こうではないです。この向きで持って次の動きをします。ではやっていきます。まず R。そして左で U'2。このまま2個下げのスレッジハンマー。R'2 ですね。F、R、F'。そして U'2。そしてここでもう一度スレッジハンマー。R'、F、R、F'。2回スレッジハンマーが出てくるような感じです。まあ、1回目は R'2 で2個下げのスレッジハンマーなんですけども、もう一度やってみましょう。ではいきます。R、左で U'2、2個下げのスレッジハンマー、R'2、F、R、F'。この時にもう一度左で U'2。そしてもう一度スレッジハンマー、R'、F、R、F'。はい。まあ、非常に簡単な OLL だと思います。では一度普通にやってみます。はい、それでは17番の OLL を解説していきたいと思います。17番はこういう形ですね。この側面に3つ並んでいるのがあって、それの横の両サイドに2個並んでいると、はい、こういう形ですね。1個、2個、3つみたいな。そして上から見た時にドットタイプですね。こういう風になってるやつ、これに少しだけ似てる形があるんですけども、18番 OLL のこれですね。この左右に2個並んでいるところ、ここが似ています。はい。だけど上から見たら、ドットじゃないのですぐにわかると思います。はい。ここも3つ並んでるわけじゃないので、少しだけ似ていますが、全然違うものです。これと間違えないようにしましょう。はい。今回はこの形なんですけども、この OLL はですね、初心者様用の手順と、おすすめの手順と1個ずつありますので、どちらも紹介していきたいと思います。ではまずおすすめの手順から紹介していきます。はい。ではですね、まず持つ向きなんですが、この3つ並んでるやつを向こう側に、こういう風にして持ちます。ではやっていきます。持ち方は、このままで大丈夫です。このまま RW。ここで左手の人差し指で押し込み U。そしてこのまま R'W。 ここで右手で U2。 このまま R。 今度は左で U'2。 ここまで来たら R'。 そしてもう一度右手で U2 します。ここで RW U'R'W。 もう一度やってみます。この手のまま RW、 左の押し込みで U、 そして RW'で元に戻す。そしてこの手のまま右で U2、 そして R、 ここで左で U'2。 ここまでいったら R' で下に戻すんですが、その次に U2、 このままですね。はい。そしてこのペアを下に収納する感じで RW U'RW'。 では普通にやってみます。はい、それでは今度は初心者様用手順で、超簡単な手順を紹介したいと思います。はい、この手順は覚えやすくてすごい簡単なんですけども、ちょっと流れが悪い感じがするので、スムーズにこれを揃えようと思ったら先ほどの、W を使う手順の方がいいかと思います。はい、それでは紹介していきます。今度はこの3つ並んでいるやつを左側にこういう風にして持ちます。はい、それで9番の OLL と41番の OLL を連続して行うような感じで、すごい簡単にできます。この通りです。ではやっていきます。まずですね、右手の親指を下に回してこういう風に持ちます。ここから F、 そしてセクシームーブ R、 U、 R'、 U'、 そして F' で上に戻します。そうすると41番の形に変わるので、このまま FW、 そしてもう一度セクシームーブ R、 U、 R'、 U'、そして FW' で上に戻せば完成です。もう一度やってみましょう。はい、
この状態になったら3つ並んでいるところを左側にして、まずこの T の簡単な9番の OLL ですね、 F してセクシームーブ、そして F プライムで戻す。その次に FW、 全く同じですね。そしてセクシームーブで F プライム W、 これだけです。一度普通にやってみます。はい、それでは18番の OLL を解説していきたいと思います。はい、こういう風な形ですね。それでは今回も2種類の方法を紹介したいと思います。はい、これはどちらの手順も簡単です。はい、向きが違うだけですね。こう向きでいくか、こう向きでいくか。そしたらとりあえずこちらの向きからやっていきたいと思います。こういう風に持っていただいて、この2連が右寄りになるようにして、でここのヘッドライトが左です。こういう風に持ちます。そして次の動きをします。まず持ち方なんですが、右手の親指を下に回してこういう風に持って FW です。2層とも回します。そしてセクシームーブを2回やります。 R、U、R プライム、U プライム、 R、U、R プライム、U プライム、そして FW プライムで上に戻すだけです。はい、これで揃います。もう一度やってみます。こうですね、持つ向きはこうで、親指を下に回してここで FW、そしてセクシームーブを2回やって FW プライムで戻すだけ。はい、一度普通にやってみます。はい、それではもう一つの手順ですね。これはこちら側の向きでやる手順となります。さっきはこうだったんですけども、今回はこっちです。はい、こっちの向きでの手順も覚えることによって、この向きで来た時そのままこの OLL を作ることができるようになります。こっちの向きでのバージョンしか知らない場合は、こう向きで来てしまった場合、持ち替えてこういう風にしないといけないので、それか U2 してこうするか、こっちからの手順も覚えておいた方が便利です。はい、ではやっていきます。まずですね、こういう風に持ち方はこの2連の黄色が今度は左寄りになるように、こういう風にこうですね、こういう風に持っていただいて、まず F をするんですが、 F の後に U をするので、こうやって持ってしまうとちょっと効率が悪いので、この F をですね、右手の親指でこういう風に下げるような感じでやると、スムーズにいきます。ではここに親指を置いて、ここからスタートです。まず F、 そして U、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、そして最後にこの親指で F プライム。はい、セクシームーブの逆セクシーを2回やってるだけですね。ではもう一度いきますね。この辺りに親指を置いて、このまま親指で F、 そしてセクシームーブの逆セクシーを2回やります。 U、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、そしてここで F プライム、これでできます。では一度普通にやってみます。はい、それでは19番の OLL の解説をしたいと思います。はい、今回はこういう形ですね。上から見たら棒状の形になっていて、側面を見た時にこういう風なヘッドライトが、対面にあって、さらにこちら側は1個ずつの対面があると、なんか側面に離れて黄色が1個ずつあるような、そういう感じですね。この形になった時の手順なんですけども、まずですね、この対面にあるヘッドライトを右と左にこういう風に持ちます。このヘッドライトの右左はまあどっちでもいいです。こうでもいいし、こうでも、まあ今回はこれでいきます。これも2種類の手順があって、まあほとんど同じなんですけども、僕は2番目に紹介する方法をいつも使っています。とりあえず1番目の方法いきたいと思います。ではいきます。まずこういう風に持っていただいて、このまま RW、 そして左の人差し指で押し込み、そして RW プライムで元に戻す。そしてここで逆セクシームーブを2回やります。 U、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、そしてこれをここに収納する感じで RW、 U プライム、 RW プライム。はい、ではもう一度いきます。この形になった時にこういう風に持って、このまま RW、 押し込みで U、 RW プライムで戻す。そしてセクシームーブの逆セクシーを2回、 U、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、そしてこのペアを下に収納します。 RW、 U プライム、
RW プレーン、はい、一度普通にやってみます。はい、ではもう一つの手順ですね。ほぼ同じなんですけども、僕はこちらの方がなぜか指使いが好きで、こちらをいつも使っています。はい、まず初めにリグリップして、ここにこういう風に持たないといけないので、ちょっとこの時点で効率悪い気がするんですが、まあなんか回しやすいのでいつもこちらを使っています。はい、ではやっていきます。まず右手の親指を上にしてもらって、この状態からスタートです。まず RW プライム、そして U プライムで、 RW で上に上げます。そしてここから左で U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 そしてここでこのペアを後ろのここに収納すると。さっきと逆ですね。さっきはこの辺のペアを出して操作したんですが、今度はこちらでやってるような感じです。なのでこのまま R プライム W、 U、 RW、 そしてここに収納します。もう一度やってみます。ではいきます。 R プライム WU プライム、RW、そして U プライム、R プライム、U、R、U プライム、R プライム、U、R。ここでこれを後ろに収納するために R プライム W、U、RW。こんな感じです。では普通にやってみます。はい、それでは20番の OLL の解説をしたいと思います。これはなんか漢字の川の字になっているような感じですね。この3つ並びがこことこことここにあるような、めちゃくちゃ覚えやすい感じの形だと思います。16番で紹介したこの形に少し似ています。こことここに両サイドに3つあるんですが、今回は上から見た時ここも3つと、はい、これとは違うので、間違えないようにしましょう。でこの形の手順なんですが、今回も2パターンあって、手順が少なくて効率がいい方と、なんかねこうスムーズにわーっと回して、僕はいつもちょっと手順が多い方を使ってるんですけども、2つとも紹介したいと思います。はい、まずは僕がいつも使ってる手順からご紹介します。ではいきます。まず持ち方なんですが、横棒になるような感じで持って、まあ、側面の黄色が手前ですね。このような感じで持ちます。で次の回転記号通りに回します。まずキューブの持ち方はこのままで大丈夫です。このまま R プライム、そして F、 RU、 R、 U プライム、ここで R プライム2をするんですが、この次の F プライムを親指で上げて、この手の形のまま R2 をします。こうですね。そして U プライム、 R プライム、 U、 R、 そしてここの最後の U を押し込みで U します。そして R プライム、こんな感じになります。はい、もう一度やってみます。こう持ってもらって、黄色の3つが手前に来るように、こうでもこうでもどっちでもいいです。じゃあこれでいきます。持ち方はこのまま R プライム、そして F、R、U、R、U プライム。ここで R プライム2して、F プライムを親指で上げて、この手の形のまま R2。そして U プライム、R プライム、U、R。ここで押し込みで U。もしくは左手の人差し指でこういう風に払ってもいいです、はい、僕はいつも払う方を使っています。では普通にやってみます。この払う方でいきたいと思います。はい、ではもう一つの手順ですね。こちらの手順の方が手数が少ないので、おすすめの手順となります。ではいきます。持ち方は先ほどと違って、縦の棒になるように、こういう風に川の字になるように持ちます。こうでもこうでもいいです、はい、ではいきます。この手のまま R、 左で U プライム2、そして R プライム22回下げていきます。そして U プライム、 R、 U プライム、そして R プライムして、ここで U プライム2、ここでスレッジハンマーのように F、 R、 F プライム、こんな手順となります。ではもう一度いきます。持ち方はこうで R、 U プライム2、R プライム2、 U プライム、 R、 U プライム、 R プライム、 U プライム2、そして F、 R、 F プライムと、はい、一度普通にやってみます。はい、21番の OLL の解説をしたいと思います。これはですね、20番で紹介したこれによく似てるんですが、川の字のやつですね。
こんな感じでなってたやつに対して、これはここまでは一緒なんですが、これですね、こっち側がこの2つの部分がバラバラにこっち側に回ってるような、ここだけがバラバラの感じですね、はい、なのでこれと間違えないようにしましょう。これも結構特徴がある形してるので、3つ並んでるのが2つあって、ここだけがバラバラと、はい、ではこの時の形を解説していきます。ではこの形になったら、この横の3連を左側にしてこういう風に持ちます。そしてこの回転記号通りに回すと揃います。ではいきます。持ち方はまず右手の親指をこの辺りに置いておきます。はい、 R プライムして F プライムするので、その F プライムがやりやすいように最初からここに置いておきましょう。ではいきます。まず R プライム F プライム、そして左で U プライム F、 もう一度 U プライム、ここで RUR プライム、ここで U をするんですが、この右手の薬指で押すような感じでこうやってそのまま R すると、はい、もう一度やってみます。はい、この形になったら、この側面の3つ並んでいるところを左側にして持って、この向きでやります。持ち方は右手の親指をこのコーナーの角あたり、このあたりに置いてスタートです。ではいきます。 R プライム F プライム U プライム、ここで F してからの U プライム、ここで RUR プライムした時のこの右手の薬指で押し込むようにして R、 こんな感じですね。それでは普通にやってみます。はい、もう一つの手順なんですが、この手順は後で紹介する56番の簡単な方の手順の1手目と7手目をダブルの2層回しにするだけで揃えることができます。一度やってみます。まず持ち方はですね、黄色の3連が手前に来るようにして持ちます。はい、この状態で右手の親指を下に回して、ここからスタートです。ではいきます。RW、U2、R プライム、U プライム、R、U プライム、ここで RW プライムで2層とも下げます。そうすると9番の T の形になるので、このまま F セクシームーブ F プライム、はい、これで揃えることができます。はい、もう一度やってみましょう。この状態でこういう風に持って、 U が2回バージョンの最初だけダブルのセクシームーブをやる感じで、 RW U2 R プライム U プライム、そして R U プライム RW プライムをして T の形になったら、このまま F セクシームーブ RU、R プライム、U プライム、そして F プライムをすれば揃います。ですが手数が多いので、できたら最初に紹介したこちらの手順を覚えることをお勧めします。普通にやってみます。はい、それでは22番の解説をしていきたいと思います。これはなんかカタカナのコの字みたいになっていて、その側面の横の黄色が3つ並んでいると、はい、こういう感じですね。もう一つ23番の OLL で違う形があって、これと違うので間違えないようにしましょう。これはこっちに3つ並びがないですね、はい、今回は3つ並んでるやつなのでこっちではないです。ではこの形になった時の揃え方なんですが、まずこの側面に3つ並んでるやつ、これが右側に来るようにこういう風に持ちます。そして持ち方なんですが、右手の親指を上側にこういう風にしてスタートします。はい、ではいきます。この通りです。まず R プライム、U プライム、R プライム、F、R、ここでミハエルトリガー、左の人差し指で F プライムをします。そして U、R、こんな感じになります。ではもう一度いきます。右手の親指をここに持ってきておいて、R プライム、U プライム、R プライム、F、R、ここですね。ここでミハエルトリガーで F プライムして U、R。でここのミハエルトリガーが少しだけ難しくて、ここ回そうと思った時にこの真ん中の列も一緒にこういう風についてきちゃう時あるんですね。それにならないように左手の小指をこの辺りに置いて動かないようにしておきましょう、はい、そして UR こんな感じになります。そしてこのミハエルトリガーのここの部分なんですが、これがやりにくいよっていう場合は、この親指でこのまま F プライムしてもらって、ここで少しリグリップすることになるんですが、こうしてここで UR こんな感じにしてもいいかなと思います、はい、できたらミハイルトリガーの方が
流れがスムーズなのでいいんですが、難しい場合はリグリップしてもいいと思います。こういう風に持って、ここでスレッジハンマーをした後、ここでリグリップして UR、 はい、これだと簡単にできると思います。でもできたら流れがスムーズなミハイルトリガーを使った方がいいので、できたらミハイルトリガーで練習しましょう。はい、23番の OLL の解説をしたいと思います。この形はですね、22番で紹介したこんな感じのカタカナのコみたいな、こういう形ですね。こういう形なんだけども、22番と違って横が1個と、22番は横に3つ並んでるやつがあったんですけども、今回はバラバラになってます。こことこことここなので、22番のこの形と間違えないようにしましょう。で、今回のこの形になった時のやり方なんですけども、持つ向きはですね、このコの字が向こう側になるように、この真ん中の黄色のチョンが自分の方に向くように、こういう風に持ちましょう。こうですね。はい、ではこれでやっていきます。回転記号はこの通りです。ではいきます。まず持ち方なんですが、はじめに F をするので親指を下にして、こういう風に持ちましょう。ではいきますね。 F R U R プライム U プライム R プライム、ここで F プライムミハエルトリガーでやりましょう。この次に RW U R U プライム RW プライム、こういう風な手順になります。もう一度やってみます。はい、ではもう一度やっていきましょう。まず右手の親指を下側に回して F をします。人差し指で F、 そしてセクシームーブをするんですが、 R U R プライム、この U プライムをしている時に親指を離して、こういう風に持ち替えましょう。そしてこの状態で R プライム、 F プライムはミハイルトリガーで、このまま RW U R U プライム RW プライム、はい、こうなります。では普通にやってみましょう。いきます。はい、では24番の形になった時の解説です。これは数字のなんか1みたいになってますよね。こんな感じの時なんですけども、これの逆バージョンっていうのがあって、はい、25番に紹介するこの1の逆ですね、今回の逆バージョンっていうのがあるので、こっちと間違えないようにしましょう。今回はこっち向きです。はい、ではこの形になった時の手順なんですが、これはですね、持ち方的に、こうではなく逆向きの、こういう風な感じで持ちましょう。はい、ここの手前に黄色の2連があって、数字の1が向こう向きに、こういう風な感じになっている状態ですね。はい、では次の回転記号通りに回します。ではいきます。まず右手の親指を下側に、こういう風な感じで持ちます。ではいきますね。まず RW、 そして U RW プライムで2個とも下げる。そしてセクシームーブ、 R U R プライム U プライム、そしてここで RW で2層とも上に上げて、U プライム RW プライムで下げる。はい、それではもう一度やっていきましょう。こういう風な感じの数字の1みたいなやつが来たら、これを向こう側にして持って、こういう感じで持ちます。で、右手の親指を下に回して、ここからスタートです。まず RW U RW プライムで下げる。そしてセクシームーブ、 R U R プライム U プライム、次に RW U プライム RW プライム、こういう風な感じになります。それでは25番の形になった時の解説をしたいと思います。今回はですね、24番で紹介した時の、逆ですね。24番はこれでした。数字の1みたいになっていて、でも今回はこれの逆なので、こういう風な感じになっています。はい、真逆ですね。こっちと間違えないようにしましょう。で、24番は、1をね、反対側にしてこういう風に持ったんですが、今回の25番は持つ向きはこうです。はい、ではやっていきましょう。まずですね、この黄色の2連が向こう側になるように、こういう風にして持って、この状態でスタートです。ではこの回転記号通りに回していこうと思います。持ち方はですね、右手の親指が上側にして、こういう風に持ちましょう。ここからスタートです。ではいきます。まず RW プライムで下げる。そして U プライムRW で上に戻す。で、次は R プライムで1個だけ下に下げる。そしてまた U プライムで R で上に上げます。そしてここで押し込み、プッシュですね。 U をして、この状態で RW プライムをして U RW、 こういう風な感じになります。
もう一度やってみましょう。この形になったら右手の親指を上にして、この状態からスタートです。まず RW プライムで下げる、そして U プライム、 RW で上に2層とも戻す、そして次は1層ですね、 R プライムで1個下げる、 U プライム、 R で1個開ける、そしてここでプッシュをして U ですね、そして RW プライムで下げる、 U、 RW で上に上げると、こういう感じになります。で、この7手目の U なんですけども、こういうふうに押し込みでプッシュして、こういうふうにやるか、もしくは左手の人差し指でこういうふうに払うか、はい、どちらでもいいと思います。僕はこういうふうにやっています。では一度普通にやってみます。はい、それでは26番の解説をしていきたいと思います。はい、これはですね、24番で紹介したこれですね、この1みたいな形に少し似ています。はい、こういうふうに見たら同じですよね。だけど横から見るとここが2連なのか1個なのかっていう違いがあります。はい、今回の26番はこの2連の方なので、24番のこの1個だけのやつと間違えないようにしましょう。はい、では今回の26番の持ち方なんですが、この2連が前に来るように自分の方に向くようにして、こういう風に持ちます。はい、ではやっていきます。次の回転記号通りとなります。はい、まず持ち方なんですが、初めの F ですね、これを右手の親指この辺に置いて、ここからスタートするような感じで行くとスムーズに行くかと思います。ではやっていきます。右手の親指をこの辺りに置いて、まず F、 そして U、 R、 U プライム、ここで R プライム2ですね、そして F プライムはミハエルトリガーでやりましょう。はい、そして R、 U、 R、 U プライム、 R プライム、はい、こうなります。もう一度いきましょう。この状態になったら右手の親指をこの辺りに置いて、これで F、 そして U、 R、 U プライム、ここで R プライム2をするんですが、2回下げてきて、ここでミハイルトリガーで F プライム、 R、 U、 R、 U プライム、 R プライム、こんな感じになります。はい、では一度普通にやってみます。はい、それでは27番の形になった時の解説なんですが、これは26番のこの形とそっくりですね。これの真逆となってます。はい、ちょっとややこしいんですが、まあこう見たらわかるんですけど、真逆になってます。はい、なのでこの26番と間違えないようにしましょう。今回はこっち向きです。はい、少し25番の形とも似てるんですが、これは横のここを見たらわかります。ここが2つ並びの2連になっているのか1個なのか。はい、25番はこっちで、今回は27番なのでこっちです。これとも間違えないようにしましょう。この形の手順も2通りおすすめがあるので、まずは、少しだけやりにくいんですが、手数が少ない方から紹介したいと思います。ではいきます。持ち方はこのままで大丈夫です。このまま、次の回転記号通りとなります。まず R プライム、 F、 R、 U、 R プライム、ここでミハイルトリガーで F プライム、 R、 ここですね。問題はこの次に F をしないといけないんですけども、人差し指がこんなところにあるので、一度持ち直してリグリップしてこんな感じになります。これで F をします。そして U プライムをして F プライムをすると。はい、はい、ではもう一度やってみましょう。まずはこう持って、この状態のまま R プライム、 F、 R、 U、 R プライム、ミハイルトリガーで F プライム、そして R、 ここで人差し指がここにあるのでこう持ち直して F、 U プライム、 F プライムと。では普通にやってみます。はい、ではもう一つのおすすめの手順です。こちらの方が1手多いんですが、まあ割とこっちの方が簡単に回せるかなと思います。はい、ではいきますね。はい、ではまず持ち方なんですが、このままで大丈夫です。このまま、最初だけ2層回しのセクシームーブをやる感じです。ではいきます。まずこのまま RW、 U、 R プライム、 U プライム、そしてここで RW プライム、 F、 R2 で U、 R プライム、 U プライム、 F プライム、こういう風な感じになります。ほとんど T パームみたいな感じですね。
38番で紹介するこの時の形の1手目と5手目が2層回しダブルになっているだけです。この38番の手順とほぼ一緒なので非常に覚えやすいと思います。ではもう一度やっていきましょう。もう一つの方法として、右手の親指を下側に回してこの状態で始めて、4手目の U プライムの時にこういう風に持ち替えるっていう手もあります。つまりこのまま RW、U、R プライム、U プライムをする時にこうしてこのまま次に移ると、 RW プライム、F、R2、U、R プライム、U プライム、F プライムと、はい、こんな感じですね。はい、それではもう一度やっておきましょう。親指を下に回してこっちの方がやりやすいかもしれないですね。 RW、U、R プライム、U プライムの時に持ち替えてこうして RW プライム、F、R2、U、R プライム、U プライム、F プライム、はい。では普通にやってみます。はい、では28番になった時の手順なんですが、これは非常に簡単な手順となりまして、でもですね、29番で紹介するこの形と非常によく似ているので間違わないようにしてほしいんですが、上から見たら同じなんですけど、横から見た時に今回の28番は横に2連があると、29番は1個、こう見ても同じです。28番は2連、29番は1個、はい、なのでこれと間違えないようにしましょう。手順が全く違います。はい、では今回の28番の持つ向きなんですが、こう向きで持ちましょう。この側面にある黄色の2連が前と右側に来るようにこういうふうに持ちます。そして持ち方なんですが、右手の親指を下に回してこういうふうに持ちましょう。はい、でこの手順はですね、 PLL の Y パームを知っている方であれば非常に簡単だと思います。 Y パームの前半部分と全く同じことをしているだけなので非常に簡単です。ではやっていきましょう。まず右手の親指を下に回してこういうふうな状態で F、R、U プライム、R プライム、U プライム、そしてここで右トリガー、 R、U、R プライムやった後にミハエルトリガーで F プライム、こういうふうな手順となります。もう一度やっていきましょう。ではいきます。こういうふうに持って F、R、U プライム、R プライム、U プライム、そして右トリガー、 R、U、R プライム、F プライム、はい。では普通にやってみます。はい、では29番の解説をしていきたいと思います。これはですね、28番のこの形に非常に似ているのでこれと間違えないようにしましょう。横から見たら28番は側面に2連がある、29番は側面に2連がないという感じで見分けることができると思います。で今回の29番の持つ向きなんですが、28番と違ってこう向きで持ちます。はい、この1個だけ独立している角っこにある黄色が、左の奥にこういう風に来るように持ちます。こうですね、はい。で手順はこの通りとなります。はい、持ち方はこのままで大丈夫です。ではやっていきます。このまま R、U プライム2をして、そしてここで2個下げのスレッジハンマーをする感じです。 R プライム2をして F、R、F プライム、そしてこの手のまま R、U プライム2、R プライムと、はい。ではもう一度やってみましょう。はい、こういう風になったらこの1個だけ独立しているコーナーの黄色を左の奥にこういう風にして持って、右手はこのままで大丈夫です。このまま R、U プライム2、ここで2個下げのスレッジハンマー、F、R、F プライム、この手のまま R、U プライム2、R プライム、はい。簡単な覚え方としてはこのまま上げ横横みたいな感じですね。で2個下げのスレッジハンマーをして上げ横横下げという風な感じで覚えると覚えやすいと思います。もう一度やってみましょう。はい、このまま上げ横横、2個下げのスレッジハンマーは上げ横横下げ、こんな感じです。では普通にやってみます。はい、では30番の形の解説をしていきたいと思います。これはですね、31番で紹介するこの形、これですね、これと非常によく似ています。はい、どう見分けるのかというと、まあこう向きで見た時にですね、この
黄色の2連ありますよね。これが上側についているのか下側についているのか。今回の30番では下側についているこっちのパターンなので、これと間違えないようにしましょう。で、今回の形の持つ向きなんですが、少しややこしくて、覚え方的に上から見た時にですね、このコーナーの黄色ありますよね、一つだけあるんですけども、これが右のここの列に来るようにこういう風に持ちます。で、この時に注意するのが、右の列に持ってきたのはいいんだけど、この側面の右側、ここに黄色の2連がないとダメです。つまりこの向きではないということですね。こっちの列にコーナーの黄色、ここに持ってきてるんですけども、側面のこの部分に黄色の2連がないので、この向きではないと。つまりこの形で言うと、この向きしかありえないんですね。右側のこちら側にコーナーの黄色を持ってきてて、さらに側面のこちらにも黄色の2連がある。もうここしかないんですね。これかこれなので、なので今回の持つ向きはこうです。ではやっていきましょう。まずこう向きで持っていただいて、次の回転記号通りとなります。ではいきます。まず FW、 そしてセクシームーブをします。 R、 U、 R'、 U'、 そして FW' で上に戻す。はい、そうするとですね、9番の T の形の OLL になるので、 U をして、あとはこれをやるだけですね。 F、 R、 UR'、U'、F' と。はい、つまり FW してセクシームーブして FW 戻す。そして9番の形になるので、 U して整えて、 F してセクシームーブして F' して戻すと。はい、そうすると揃えることができます。つまり OLL の41番と9番を連続して行うような感じです。この状態から FW セクシームーブ FW 戻しで、9番になるので U して F セクシームーブ F'、これで揃えることができます。で、この時にですね、もう一つ覚えておいてほしいのが、こう思った時にですね、コーナーの黄色が上側に今回の場合はあります。つまり前半の手順、41番の手順が終わった時に、次の T の形が絶対にこう向きで来るということですね。この黄色がある方が T のこのバーの部分、その向きで来ると。そういうふうに覚えると、41番の手順をやった後に T がどの向きで来るか分かっているので、すぐに U で調節して、揃えることができます。ちなみに次に紹介する31番は逆で、こう思った時に T が絶対にこう向きで来ます。なぜならコーナーの黄色が下向きにあるから。今回は上なので T がこう向きに絶対来るんですが、31番は逆で下にあるので T がこう向きで来ます。なので U' で調節するということですね。これは31番で説明します。では普通にやってみます。で、この形のもう一つおすすめの手順がありますので、そちらも紹介しておきます。僕はいつもこちらの手順を使っています。はい、それではいきます。まず持つ向きですね、先ほどとは違って、先ほどはこうだったんですけども、今度はこう向きで持ちます。ここからスタートです。ではいきます。まず LW、 そして L'2、 そして U'L、 U', ここで LW' をして、 U2LWU'、M'。 もう一度いきます。こうなったら LW、L'2、U'、L、U'。 ここで LW'、U2、LW とするんですが、僕はそれがやりにくいので、やってることは同じなんですけども、違う手順を使っています。ここで R'、F2、R。 こうすると LW'、U2、LW をやったのと同じことになっているので、この状態から U'、M'。 こういうふうに僕はやっています。ではもう一度いきます。 LW、L'2、U'、L、U'。 ここですね。ここで R'、F2、R、U'、M'。 はい、こうするとやりやすいと思います。それでは普通にやってみます。はい、31番の形の解説をしていきたいと思います。この形はですね、30番の形とよく似ているので、30番はこれです。はい、30番の時にも紹介しましたが、こう向きで見た時に、この横並びになっている黄色の2連、これの位置が違うんですね。はい、30番はこういうふうに下側についてました。でも31番はこういうふうに上側についています。どちらも持つ向きはこうです。はい、30番と間違えないようにしましょう。はい、今回はこう向きで持った時に黄色の2連が上側についている時のパターンです。これは30番とほぼ手順が同じなんですけども、こういう手順になります。はい、持つ向きはこうで、
コーナーのこの黄色が右側に来るようにして、さらにその側面のこちら側に黄色の2連がこういう風に並んでないとダメです。つまり黄色のコーナーが右側にあったとしても、こうとかこれではないですね。ここに黄色の2連がないので、この向きではない。なので今回はこの向きが正解です。はい、この向きでこの手順をすると揃えることができます。ではやっていきます。まず FW からスタートなので、右手の親指を下に回してこんな感じでスタートです。 FW セクシームーブ R U R' U' そして FW' で戻すと T がこう向きできます。9番の OLL ですね。この状態になったら U' をして調節をして、この向きですね。これで F R UR' U' 普通にセクシームーブですね。 F' で揃えます。はい、ではもう一度やっていきましょう。まずは FW セクシームーブ FW' そして T になったら U' で調節をして、あとは F セクシームーブ F' これで揃えることができます。はい、今回の31番の手順もおすすめの手順がありますので、そちらの方も紹介したいと思います。普通にやってみます。はい、それではもう一つおすすめの手順ですね。僕はいつもこちらの方を使っています。それではこの回転記号通りです。持つ向きは先ほどはこうだったんですけども、今回はこう向きです。はい、ではやっていきましょう。まずですね、30番と同じなんですけど、この黄色の2連を下に下げるような感じで R'W をします。こうですね。そして R2 でプッシュですね。押し込みで U そして R'U、ここで RW をするんですが、 RWU'2 そして RW'UM' とこういう感じになります。これも先ほどと同じで、途中の RWU'2RW' これをですね、僕は LF'2L' というふうに変えています。ではもう一度やってみましょう。まず RW そして R2、 ここで押し込み UR'U、 この次ですね、 RW をせずに L をして、ここで F2' をすると、そして L', あとは UM' をすれば揃います。では一度普通にやってみます。はい、では32番の解説をしていきます。これはですね、33番の形、これと似ているので、これですね、33番はこんな形、今回はこっちですね。この33番と32番の見分け方なんですけども、こっちが33番、パーッと側面を見た時に一つだけ黄色がある場所っていうのが1箇所しかないんですね。これで言うとここ、これで言うとここになるんですけども、この1箇所だけある黄色を横向けにして持つと、つまりこうですね。でもう一つこういう風なパターンもあります。なので今回はこのパターンとこのパターンの2パターンを紹介したいと思います。この33番の持つ向きも同じです。この黄色を横にして、こうなのか、こうなのか。33番も2パターン紹介します。今回は32番です。はい、それでは32番の、手前にこれがある時のやり方ですね。ではやっていきましょう。まず持つ向きはこうです。あとでこっちの方も紹介します。とりあえずこの1箇所だけある黄色がこう向きとか、こう向きとかならないように持ってください。はい、今回はこっちです。ではいきますね。まず LW' 左側2層、こうですね。そして U2 LU L' U LW で下げると、こんな感じになります。これはですね、1番で紹介した Soon という形の OLL に非常によく似ています。はい、これが1番の Soon なんですけども、この時のこの黄色を横向きにしてやる手順とほぼ同じとなります。はい、見た感じめちゃくちゃ似てますよね。ここが同じで、この黄色の四角のブロックも一緒だと。ここのエッジの部分は黄色揃ってないんですが、今回は側面にあるパーツの向きも一致しています。こことここですね。はい、でこの1番はここが目印でこう向きで持ったんですが、これも同じでこれが目印でこう向きで持っています。でこっちの1番と今回の32番の違いは、最初と最後が2層回しのダブルになっているかなっていないかだけの違いで、全く一緒の手順となります。はい、なので1番ができたらこの32番もできるはずです。はい、もう一度やってみましょう。まずは左側の2層回し LW' で上に上げます。そして U2 L U L'U
LW で2層とも下げます、はい、こういう感じになります。では一度普通にやってみます。はい、ではこの1箇所だけの黄色の列が後ろ側にあるとき、この向きでやるやり方を解説します。この回転記号通りとなります。それではいきますね。まず先ほどと違って今回は右2層を RW' で下げます。そして U'2、 そしてここで右取りが RUR'、 ここでもう一度 U をしないといけないので、左の人差し指で払うようにして U をします。そして RW で2層とも上げる。はい、こんな感じになります。もう一度いきますね。まず RW' で下げます。そして U'2、 右取りが RUR'、 そしてここで左の人差し指で払うように U をして RW で2層とも上げる。はい、では一度普通にやってみます。はい、それでは33番の解説をしていきたいと思います。これはですね、32番のこの時の形とそっくりなんですが、32番の時にも解説したんですが、この側面にある黄色というのが1箇所しかないんですね。今回はここにあります。はい、これを横向けに持ちます。こうでもいいしこうでもいいんですが、とりあえず先にこの向きでやる方法を解説します。はい、それの後にこっちの向きのやつも解説します。今回の33番の形はですね、2番で紹介したアンチ数の形とそっくりです。手順もほぼ同じとなります。32番で紹介した形が1番の寸とほぼ同じだったように、これもアンチ寸とほぼ同じです。何が違うのかというと、最初と最後が2層回しのダブルになっているかなっていないかという違いだけですね。はい、なので2番ができる方はこの33番もできるはずです。ではやっていきましょう。まずですね、この側面にある1個だけの黄色、この列が手前にある時のやり方です。黄色がこっちを向いています。ではこの回転記号通りとなります。いきます。まず2層回し RW で上げます。そして U'2 R'U'RU'RW' で下げる。もう一度やってみましょう。アンチ数の方法とほぼ同じです。 RW U'2 R'U'RU'RW'。はい、では普通にやってみます。はい、それではもう一つ、この列が奥側にある時の手順を紹介したいと思います。回転記号はこの通りとなります。はい、ではやっていきましょう。この手順はですね、この持ち方のままだと少しやりにくいので、左の親指を上側にこんな感じで持ちましょう。まず LW で下に下げます。そして U2、 そしてここで左の手で左トリガーをやるような感じで L'U'L とします。そしてこのまま U', そして最後に LW' で上に上げます。はい、こんな感じになります。もう一度やっていきましょう。こういう風に黄色の列が後ろ側にあるとき、黄色がこっちを向いています。はい、その時は左手だけこういう風に持って、まず LW で下に下げます。そして U2、左トリガーをやるような感じで L'U'L、 そして U'LW' と、こんな感じになります。では普通にやってみます。はい、では34番の形の解説をしていきます。これはですね、なんかこういう風に見たら M みたいな形になっていますよね。で、ややこしいのがもう一つ、35番でも同じような形が出てきます。はい、これと間違わないようにしないとダメなんですけども、見分け方はこの側面のコーナーの黄色がですね、左側にあるのか右側にあるのか、まあ、どちらの形になったとしてもこの黄色を後ろ側にしてこういう風に持ちます。はい、なので35番のこの形と間違えないようにしましょう。で、今回は34番のこっち側の形なんですが、側面のコーナーにある黄色一つだけのやつ、これを後ろ向けにして持つのでこういう風な感じになります。今回の M の形は側面の黄色が右奥にある時のパターンとなります。それではこの回転記号通りとなります。この手順はですね、 PLL の J パーム B とほとんど同じ手順でできるので非常に覚えやすいと思います。ではいきます。この持ち方のままで大丈夫です。 J パーム B と同じような手順です。いきます。まず RUR' ここで F' ですね。
そしてセクシームーブ R U R プライム U プライム R プライム F、 そして J パーム P だったらここで R2 をするんですが、 R2 じゃなくて R で我慢してここで止めて U プライム、そしてスレッジハンマー R プライム F R F プライム、こんな手順となります。はい、ではもう一度いきましょう。側面にあるコーナーの黄色、これを右奥にしてこういう風な感じで持って R U R プライム F プライム、そしてセクシームーブ R U R プライム U プライム R プライム F、 ここで R2 せずに R で我慢して U プライム、そしてスレッジハンマーをするだけです。 R プライム F R F プライム、一度普通にやってみましょう。はい、今回は35番の形の解説をします。この形はですね、 M みたいな形になっていて、34番で紹介した形と非常によく似ているんですが、この34番も35番もこの側面にあるコーナーの黄色を後ろ側にしてこういう風な感じで持ちます。その時に右奥にあるのか左奥にあるのか、今回は左奥です。なのでこの34番の形と間違えないようにしましょう。はい、ではやっていきましょう。持つ向きはこのコーナーの黄色を後ろ側の左奥にしてこういう風な感じで持ちます。そして手順はこの回転記号通りとなります。持つ向きはこうで、持ち方もこのままで大丈夫です。ではいきますね。まず R、 そして2手目の U を左の人差し指でプッシュします。押し込みですね。はい、そして R プライム U、 そして今度は逆の感じで R U プライム R プライム U プライム、ここでスレッジハンマーをします。 R プライム F R F プライム。はい、ではもう一度やってみましょう。側面にあるコーナーの黄色を左奥のこの状態にして持って次の動きです。 R 押し込みで U R プライム U R U プライム R プライム U プライム、そしてスレッジハンマー R プライム F R F プライム。覚え方のコツとしては、手順の前半は U でこちら側にやるんだけども、途中で後半はこっちに動かすような感じですね。 R U R プライムもう一度 U、 そして次は R U プライム R プライム U プライムと、はい、こっち行ってこっち行くような感じですね。そして最後にスレッジハンマー R プライム F R F プライム。はい、では普通にやってみます。はい、それでは36番の解説をしていきたいと思います。この形はですね、まあ、こう見た時になんかアルファベットの B みたいな、こんな感じでここも含めて B みたいな感じになっている時の形です。これに似てる形として37番のこういう形があります。これは真逆の形になっていて、今回はこっちなんですが、ここも含めて B みたいな、だけど37番では D みたいな感じの形になっているので、これと間違わないようにしましょう。で、今回はこっちですね。この形も、2通りのパターンをご紹介したいと思います、こっち向きでこの向きでやるタイプとこの向きでやるタイプですね。とりあえずこの側面にある黄色を右奥のこの状態にしたこの向きでやる手順を解説したいと思います。それではこの回転記号通りとなります。まず持ち方はですね、このままこういう風な感じで持ってもらって、それではいきます。まず LW プライム、ここで U プライム L、 そしてもう一度 U プライム L プライム、ここで U2、 そして LW で下げると。はい、もう一度やってみましょう。この側面の黄色を右奥にしたこの状態で持って LW プライム U プライム L U プライム、ここで L プライムして U2、そして LW で下げると。はい。では、普通にやってみます。では、もう一つの手順を解説します。まず、これはですね、側面のこの黄色が左手前のここに来るように持って、ここからスタートします。それでは行きます。持ち方はこのままで大丈夫です。RW プライムで右2層を下げます。そして U プライム、R、U プライム、R プライムしてここで U プライム2をします。そして RW で上に上げると。はい、もう一度やってみましょう。 R プライム W で右2層を下げる、 U プライム R、 U プライム、ここで R プライムして U プライム 2RW で上げると。はい、
では一度普通にやってみます。ここから。はい、それでは37番の解説をしたいと思います。これはですね、こう向きに持った時に、アルファベットの D みたいな感じになってるんですが、36番のこの形と似ているので36番はアルファベットの B みたいな感じになってるんですが、今回は反対ですね。こっちが今回のタイプです。36番のこれと間違わないようにしましょう。で、今回の37番なんですが、これも2通りのやり方を解説したいと思います。こっち向きでやるやつとこっち向きでやるやつです。それではやっていきましょう。まずは、この側面にあるこの黄色が左奥のこの状態にして持つやり方からやってみましょう。それではこの回転記号通りとなります。持ち方はこのままで大丈夫です。それではいきます。まず右2層を RW で上げます。そして U なんですが、左手の人差し指でプッシュする感じでこうですね。そして R'UR、 ここで U'2 をして RW' で下げると。もう一度やってみましょう。こういうふうにこの側面を左奥の状態でこうやって持って、この状態で RW、 押し込みで UR'UR、 ここで U'2 をして R'W で下げると。はい、この手順の2手目の U なんですが、こういうやつですね。これは左手の人差し指でこういうふうにして払って U を押してもいいと思います。つまり RW、 ここで払って U、 そして R'UR、U'2 の RW'。 はい、これでもいいと思います。まあ場合によって変わるんですけども、僕はよくこれを使っています。はい、では普通にやってみます。はい、それではもう一つの手順なんですが、さっきと違って、さっきはこう向きで持ったんですが、今度はこう向きです。この側面の黄色が右手前に来るようにしてこういう風に持ちます。で、次の回転記号通りとなります。持ち方はこのままで大丈夫です。ではいきます。まず左の2層を下げる感じで LW、 そして UL'UL U2 してから LW' で上に2層を上げると。はい、もう一度やってみましょう。こういう風になっていたら、この状態で持って LW で左2層を下げる、 UL'UL、ここで U2 をして LW' で左2層を上げると。では一度普通にやってみたいと思います。いきます。はい、それでは38番の解説をしたいと思います。これはですね、こういう風な L 字の形になっていて、さらにコーナーの黄色が一つついていると。こういう風な形ですね。さらに横から見た時に黄色の2連がこういう風なところにあると。周り見てもないですね。ここだけです。で、この38番の持つ向きはこうなんですけども、こうですね。この手順はですね、PLL の T パームにものすごく似ているので、非常に覚えやすい手順だと思います。それではやっていきます。この38番になったら、持つ向きはこうです。この黄色の2連を手前の左側に来るようにして持ちます。それでは、この回転記号通りに行きます。持ち方はこのままで大丈夫です。では行きます。まず T パームと同じように、とりあえずセクシームーブをします。R、U、R'、U'。ここで R'、F、R2。ここで T パームだったら U' なんですが、ここが U' ではなく U になっています。そして R'、U', F'。はい。はい、ではもう一度やっていきましょう。この形になったら、この側面にある黄色の2連を左手前に、こういう風な感じで持って、このまま、ほぼ T パームをする感じでできます。まずセクシームーブ。R、U、R'、U'。ここで R'、F、R2。ここで T パームなら U' なんですが、U' ではなく U をして R'、U', F' と。はい。こういう手順になります。普通にやると。はい、それでは39番の形の解説をしていきたいと思います。これはですね、38番のこれに結構似ているんですが、まあこれの真逆って感じですね。形的には真逆なんですけども、全然手順が違うので関係ないパターンだと思って大丈夫です。はい。で、今回のこのパターンなんですが、38番と違って、この側面にある黄色の2連を左奥のこの状態にして持ちます。このキューブだと、こうですね。はい、この向きでやる手順となります。
はい、それではやっていきましょう。この回転記号通りとなります。で、持ち方なんですが、このままで大丈夫です。ではいきます。まず R、 そして左手の人差し指でプッシュで U、 R プライム U、 そしてここでスレッジハンマーをします。 R プライム F、 R、 F プライム、そして R、 U プライム2、 R プライムで下げると。はい、ではもう一度いきます。 R、 押し込みで U、 R プライム U、 この次にスレッジハンマーをします。 R プライム F、 R、 F プライム、ここで R、 U プライム2、 R プライム。2手目の U なんですが、それは左手の人差し指で払うように U をしても大丈夫です。僕はよくこれを使っています。一度やってみます。 R、 U、 R プライム U、 ここでスレッジハンマー、 R プライム F、 R、 F プライム、これで R、 U プライム2、 R プライム。はい、では普通にやってみます。はい、では40番の形の解説をしていきたいと思います。これはですね、6手 OLL といって6手でできる非常に簡単な手順となります。はい、それでは早速やっていきましょう。持つ向きなんですが、こういう風な向きで持ちましょう。この側面にある3つ並んでいる黄色が手前に自分の方に向くようにして、右側の側面の真ん中に1個だけ黄色があるような感じです。こういう風に持ちます。はい、ではこの回転記号通りとなります。持ち方はこのままで大丈夫です。まず R プライム、そして U プライム、 F プライム、ここで左手の人差し指で U、 押し込みでプッシュします。こうですね。はい、そして F、 R、 こういう感じです。おそらく4手目のこの U が少しやりにくいのかなと思うんですけども、もう一度やってみましょう。ではもう一度やっていきますね。このまま R プライム、 U プライムで F プライムの後押し込みでU をして F、R。 はい、でこの4手目の U がどうしてもやりにくい場合は、少し持ち直してこうやってリグリップをすればやりやすくなると思います。一回やってみますね。 R プライム、 U プライム、 F プライム、ここで持ち直して U、 そしてちょっともう一度こうするんですが F、R と。はい、こういう感じになります。はい、この方法だとこういう風な感じで簡単にできると思うんですが、ちょっとこういう風な持ち替えというかリグリップが発生するので少し効率が悪いです。はい、まあ、できたらこういう風な感じで押し込みでやるようにしましょう。では普通にやってみます。はい、では41番の解説をしたいと思います。この形はですね、40番の形と非常に似ています。これが40番です。これとこれなんですが、真逆の形になっています。はい、まあ、形が似ているので紛らわしいんですが、この40番と見間違わないようにしましょう。こう思った時に40番はこの側面についている1個だけの黄色が右向きです。で、それに対して今回の41番は左の側面に1個だけがついていると、こういう感じです。そういうイメージで覚えると間違わないと思います。で、この41番の手順なんですが、これは非常に簡単な手順で揃えることができます。今回の41番もこの向きでやる手順と反対のこの向きでやる手順の2パターンを紹介したいと思います。ではまずこの向きでやる手順から紹介します。回転記号はこの通りとなります。ではいきます。この手順は非常に簡単で、 FW をしてセクシームーブをして FW を戻すだけと。はい、ではやってみます。右手の親指を下に回して、こういう風な感じで FW、 はい、でセクシームーブ、 R、 U、 R プライム、 U プライム、そして FW プライムで上に戻すと。これだけとなります。ではもう一度やってみます。右手の親指を下に回して、この状態で FW、 そしてセクシームーブ、 R、 U、 R プライム、 U プライム、 FW プライムで戻す。はい、これだけです。では一度やってみます。はい、ではもう一つの手順を紹介したいと思います。今回はこの向きで来た時の手順です。さっきはこうだったんですが、今回はこの向きからスタートです。回転記号はこの通りとなります。まずですね、これは F をするんですが、右手の親指でこの辺に置いて、こういう風な感じで F をします。はい、ではやってみますね。この辺に親指をまず置いて、これで F をすると。はい、でこの状態のまま
逆セクシームーブをする感じで、この人差し指で U、R、U プライム、R プライム、ここで F プライムをして揃えます。ではもう一度いきますね。この状態になったら、右手の親指をこの辺に持っていって、これで F、U、R、U プライム、R プライムで F プライム。こういう感じになります。では普通にやってみます。はい、それでは42番の形の解説をしていきたいと思います。この形はですね、なんか稲妻みたいな感じの形になっていて、43番の、はい、これが43番なんですけども、これと非常によく似ていて、見分け方はこの稲妻を左側にするんですね。はい、どちらもこういう風にして持つんですけども、この時にですね、この前側にこういう黄色のヘッドライトがあるのか後ろにあるのかという違いですね。はい、今回は42番の前側にあるやつを解説したいと思います。はい、ではまず持ち方なんですが、この前側にある黄色のヘッドライトを手前にこういう風な感じで持ちます。で、次の回転記号通りとなります。持ち方はですね、右手の親指を上側にこういう風に回しておくと回しやすいと思います。はい、ではいきます。まず R プライム、 U プライム、 R、 U プライム、R プライム、ここで右手の人差し指中指で U2、 そして R、 そうすると9番の OLL の T の形になります。これになったら右手を少し持ち替えて親指を下に回して、 F、 セクシームーブですね、 R、 U、 R プライム、 U プライム、そして F プライム、これで揃います。もう一度やってみましょう。はい、稲妻を左側にして黄色のヘッドライトが前にあるときは右手の親指を上にして次の動きをします。 R プライム、 U プライム、 R、 U プライム、 R プライム、ここで U2、 そして R、 そしてこういう形の手になっているので、ここで親指を下にして持ち替えて F、 R、 U、 R プライム、 U プライム、 F プライム、はい、こういう動きになります。途中でリグリップが発生するんですが、9番の形、 T の形になるまでは一気にいけると思います。こういう風に持って、ここまで行ってから持ち替えてこうやる感じですね。では一回普通にやってみます。はい、では43番の解説をしていきます。これはですね、稲妻型で、後ろ側にヘッドライトの黄色があるときですね。ここですね。で、42番の、これが42番なんですけども、これは稲妻が左にあるんですけど、前に黄色のヘッドライトがあるので、これと間違えないようにしましょう。はい、この43番になった時の手順なんですけども、この黄色のヘッドライトを後ろ側にして稲妻を左にして、こういう風に持ちます。手順はこの回転記号通りとなります。持ち方はこのままで大丈夫です。はい、それではやってみましょう。まず R、 この2手目の U を押し込みでプッシュ、こうですね。そして R プライム、 U、 R、 左で U プライム2、そして R プライム、そうすると T の形になるので、このままF、セクシームーブ、R、U、R プライム、U プライム、そして F プライムと。はい、これで揃えることができます。はい、ではもう一度やってみましょう。ヘッドライトを後ろにして稲妻を左です。この状態で R、プッシュで U、R プライム、U、そして R、U プライム、2、R プライム、そしてこのまま F、R、U、R プライム、U プライム、F プライム。はい、この2手目の U なんですが、押し込みのこのプッシュのやつですね。これを左手の人差し指でこういう風に払ってもいいです。つまりこのまま R、U、R プライム、U、R、U プライム2、そして R プライムと。そしてこの9番の OLL をそのままやるだけです。F、セクシームーブ、F プライム。はい。では一度普通にやってみます。はい、それでは44番の形を解説していきます。このパターンは、3種類のパターンを紹介したいと思っています。で、45番の形とよく似ていて、45番これなんですけども、これとこれですね。はい、左が44番、右が45番で、こういう風に持った時にこの側面の黄色が右側にあるのか左側にあるのか、はい、今回は左側にあるこの44番を解説したいと思います。45番と間違えないようにしましょう。はい、それではこの44番の、一番簡単な、手順を紹介したいと思うんですけど、それはですね、この左にあるこの黄色を横にして
こういう風に持ちます。稲妻が右側に来るようにして持って次の回転記号通りに回します。これはですね、9番の T 型の OLL、9番の OLL、 この形ですね。これを2回やるような感じで、この OLL をやって U をして、そしてもう一度これをやるような感じです。はい、ではやっていきましょう。まず右手の親指を下に回して、この状態で F、 そしてセクシームーブ R、 U、 R プライム、 U プライム、 F プライム、そして T になっているので、ここで U をしてこの位置に持ってきてから、もう一度同じことをします。 F、 R、 U、 R プライム、 U プライム、 F プライム。はい、これで簡単に揃えることができます。もう一度やってみましょう。はい、こういう風になったら、この状態で稲妻を右側に持って、右手の親指を下側に回して、この状態でスタートです。 F、 セクシームーブ R、 U、 R プライム、 U プライム、そして F プライム。そうすると T になるので、 U で調節をして、もう一度 F、 R、 U、 R プライム、 U プライム、 F プライム。はい、これで揃います。それでは普通にやってみます。では次のパターンを紹介したいと思います。はい、次のパターンは、この稲妻の横にあるこの黄色が、手前にあるこの状態で持つやり方です。ではまずこういう向きで持っていただいて、次の回転記号通りとなるんですが、アンチスンをやるような感じなんですが、初めに出てくる M というのが非常にやりにくいので、 LW をしてL プライムをすることで M をやったのと同じことにしています。はい、まあ一度やってみますね。一度戻して、この状態から M をやる代わりに LWL プライムと、はい、そしてここで左側でアンチスンをするんですが、このまま L プライムをするので、結局一回戻しますね。 LW やって L プライムやって L プライムやるので、 L プライムを2をするんですね。ちょっと説明がややこしいんですけども、つまりですね、このまま LWL プライム2で U プライム、 L、 U プライム、 L プライム、 U2 で、ここで L をして U プライム、 M プライムと、はい、こういう感じになります。もう一度やってみましょう。はい、こういう風になったら、この向きで持って M の代わりに LW、 L プライム2をして U プライム、 L、 U プライム、 L プライム、 U2L、そしてここで U プライム、 M プライムと、はい、はい、一度普通にやってみます。はい、それでは3つ目のパターンを紹介したいと思います。これはですね、この黄色を後ろ側にしてこの状態で持ちます。はい、この手順は割とやりやすいので、2番で紹介したこういう手順は少し複雑で慣れるまでやりにくいんですが、今回の3番で紹介する手順は、まあまあやりやすいので覚えておいて損はないのかなと思います。それではいきます。この回転記号通りとなります。はい、持ち方はこのままで大丈夫です。まずはじめに M プライムして R プライムするんですが、これが非常にやりにくいので、これをやる代わりに RW、 R プライム2、これで M プライム、 R プライムをやったのと同じことになっています。そして U プライム、 RU プライム、 R プライム、ここで U プライム2をして R、 U プライム、 R、 R プライム W と、はい、最後の、この状態からの R、 R プライム W っていうのは M がやりにくいので、そういう風にしています。はい、この状態から M をするのではなく R、 R プライム W と、はい、これを迎えに行って下ろしているような感じですね。はい、7手目に出てくる U プライム2なんですが、これは U2 に変えてもいいと思います。はい、U2 に変える場合は途中でリグリップをすることになるんですが、まあ一度やってみます。 RW、 R プライム2、 U プライム、 R、 U プライム、この辺で持ち替えておいて、このまま R プライム、 U2、 R、 U プライム、 R、 R プライム W と、はい、こういう風な感じでやるとやりやすいと思います。では普通にやってみます。それでは45番の解説をしていきます。これはですね、44番で紹介した、この形にすごく似ているので、間違わないようにしてほしいんですが、この稲妻みたいなやつを手前にして横向きにこういう風に持った時に、このコーナーにある側面の黄色が右側にあるのか左側にあるのか、今回の45番は右側にあるタイプです。44番と間違えないようにしましょう。今回の45番もですね、44番で紹介した、ほぼアンチスーンでできる手順があるんですけども、それの逆で
今回の45番はほぼスーンと同じ動きをすれば、揃えることができます。はい、ではやってみましょう。次の回転記号通りとなります。はい、まず簡単に先に説明をしますと、 M をしてその後普通にスーンを回して、そしてプラスアルファ UM プライムをすれば揃うんですが、まずですね、一番初めに M をするんですが、これが非常にやりにくいので、その代わりに RW プライムをします。そして R をすると M をやったのと同じことになっています。はい、でこの次の動きがさらに R をするので、さっき R をしてからもう一回 R してることになるので、結局 R2 でいいんですよ。一度戻します。はい、つまりですね、 R プライム W をして、ここで R じゃなくて R2 をしてしまう感じ、そしてこのままスーンを回す感じなので、 U を押し込みでプッシュして R プライム UR、 ここで U プライム2をして R プライム、はい、ここまでいったらプラスアルファ U して M プライム、はい、これで揃えることができます。少しややこしかったのでもう一度やってみましょう。はい、こういう風になったら M の代わりに R プライム W をして、ここで R をするんじゃなくて R2 まで行ってしまいます。そしてプッシュで UR プライム UR、 U プライム2をして R プライム、これでスーンが終わりなんですけど、スーンにプラスアルファ U と M プライムをします。はい、はい、では普通にやってみます。はい、それでは46番の解説をしていきます。この形はですね、稲妻みたいなやつがあって、コーナーにもさらにチョンがあると、はい、こういう感じですね。で、側面を見た時に、黄色の2連があるんですね。はい、でこれに似ている形として、43番のこういう風なやつがあるんですけども、稲妻があってコーナーにも黄色のチョンがあると、はい、だけど側面を見た時に2連がないんですよ。こういう風に横並びになってるやつがないと。つまり稲妻みたいなやつがあって、さらにコーナーにもチョンがあるパターンが来た時に、こういうふうに2連があったら、今回の46番、もしくは次で紹介する47番のこの形ですね、これとこれは非常によく似ているんですが、ここの黄色の2連のある位置が違うと。この稲妻模様を後ろ側にして持った時に、この側面の黄色の2連が右側にあるのか左側にあるのか、今回は左側にあるパターンの46番となります。この47番と間違えないようにしましょう。このパターンはですね、少し、指使いが難しいというかやりにくいんですが、次の手順となります。はい、ではやっていきましょう。稲妻を後ろ側に持って、黄色の2連を左側にあるこの状態にして持ちます。はい、でまずはじめにセクシームーブをするので、右手の親指を下に回してこういう感じでスタートします。ではいきます。 R U R プライム U プライム、ここで R U プライム R プライム、次がちょっとやりにくいんですが、 F プライム U プライム F と、はい、であとは上げ横下げ R U R プライム、こういう感じになります。はい、少しややこしかったのでもう一度やっておきましょう。まず右手の親指を下に回して、こういう風に持って、ここからセクシームーブ R U R プライム U プライム、そして R U プライム R プライム、ここで F プライム U プライム F と、あとはこれを入れるだけですね。これがペアになっています。R U R プライム、はい、途中に出てくる F プライム U プライム F とか、このあたりがちょっと指使い難しいんですが、まあゆっくり練習してたらできるようになると思います。ゆっくりやるとセクシームーブ R U プライム R プライム、ここで F プライム U プライム F と、そして上げ横下げ、こんな感じですね。はい、では普通にやってみましょう。はい、では2つ目の手順を紹介したいと思います。これはですね、まず持ち方が側面のこの黄色、先ほどはこう持ったんですが、今回はこの黄色左側にしてこういう風に持ちます。ここから次の回転記号通りとなります。まず初めの手順はスレッジハンマーをやります。このまま R プライム F R F プライム、そしてこの手のまま R U プライム2 R プライム、そうするとここでペアができているので、これを U プライムでここに持ってきて、このまま F プライム U プライム F と、はい、これで揃えることができます。もう一度やってみましょう。はい、持ち方は黄色の2連を左側にして、このままスレッジハマーをします。 R プライム F R F プライム、ここでこの手のまま R U プライム2 R プライムしてペアができているので U プライム、そしてこのペアを F プライム U プライム F と、
通にやってみます。はい、では47番の解説をしたいと思います。これは46番の形に非常に似ていて、はい、46番がこれなんですけども、見分け方はこの稲妻を後ろ側に持った時に、この前にあるこの黄色の2連が左寄りなのか右寄りなのか、はい、今回は右寄りの47番となります。左寄りは46番なので、これと間違えないようにしましょう。で、持つ向きなんですが、黄色の2連を右側にしてこういう風に持ちましょう。で、次の回転記号通りとなります。はい、まず一番初めに F をして、その次 R プライムをしてまた F をするので、一番最初の F は親指でこういう風な感じで F をします。 F、 そして R プライム、 F、 このまま R2、 U プライム、 R プライム、 U プライム、ここでリグリップして持ち替えて、ここから R、U、R プライム、この状態で F2、 こういう風な手順となります。もう一度やってみましょう。まず初めの F はここから F、 R プライム、 F、 ここで R2、 U プライム、 R プライム、 U プライムの時ぐらいに持ち替えといて、このまま R、 U、 R プライム、 F2、 こうなります。はい、一番初めのこの F がちょっとやりにくいよっていう方は、こういう風に親指を下に回して F、 そしていきなりリグリップをしてもう一度 R プライム、 F という風な感じでやってもいいと思います。ではそのバージョンでもう一度やってみましょう。こうやってこのまま F、 そしてリグリップして R プライム、 F、 ここで R2、 U プライム、 R プライム、 U プライム、 R、 U、 R プライムで、ここで F2、 こういう風な感じです。一度普通にやってみます。はい、では2つ目のパターンなんですけども、こっちの方がやりやすいかもしれません。はい、ではやっていきましょう。次の回転記号通りとなります。はい、でこちらも初めに F をするので、右手の親指を下に回してこういう感じでスタートします。まず F、 そして次に U をするんですが、ここは左手の人差し指でプッシュすると、はい、このまま、セクシームーブの U が2回バージョン、 U2 バージョンのセクシームーブを2回します。 R、 U2、 R プライム、 U プライム、 R、 U2、 R プライム、 U プライム、そして F プライムをすれば揃います。もう一度やってみましょう。はい、こういう風になっていたら、この黄色の2連を右側にしたまま、この状態で右手の親指を下に回して F、 そして押し込みで U、 ここで U2 バージョンのセクシームーブを2回、 R、 U2、 R プライム、 U プライム、 R、 U2、 R プライム、 U プライム、そして F プライム。はい、普通にやってみます。はい、では48番の解説をします。これはですね、49番で紹介するこの形に非常によく似ているんですが、この形のことを僕は埴輪型って覚えてるんですが、なんか埴輪みたいな感じですよね。これの側面にあるこの黄色の2連がですね、どの位置にあるかですね。はい、今回の48番は黄色の2連を前向きにこういう風に持った時に、右側になっているやつ、この黄色の2連がですね、左寄りになっていると、それは49番で、今回のパターンとは違うので間違えないようにしましょう。はい、では今回の48番の持つ向きなんですが、この黄色の2連を前にしてこういう風に持ちます。そして次の回転記号通りとなります。まず持ち方なんですが、右手の親指を下に回してこういう風な感じで持ちます。ではいきます。 R、 U、 R プライム、そしてこのまま F プライム、 U プライム、 F、 はい、このあたりが少しやりにくいかもしれませんが、慣れるとできると思います。そしてここでリグリップをして U、R、 U プライム、 2、 R プライムと、はい、こういう手順になります。もう一度やってみましょう。はい、こういう風な形になったら、この黄色の2連を前の右側にこういう風に持って、で右手の親指を下に回してスタートです。ではいきます。 R、 U、 R プライム、 F プライム、 U プライム、 F、 そして次の U をできるのであればプッシュで押し込みで U をして R、 U プライム、 2、 R プライム、はい、この7手目の U をこうやってプッシュでできた方がベストだと思うんですけども、少しやりにくいのでリグリップして U をしてやる方法でも全然いいと思います。では普通にやってみます。
はい、では49番の形の解説をしていきたいと思います。これはですね、埴輪型になっていて、48番の形とよく似ているんですが、はい、48番はこれなんですけど、見分け方はですね、この側面にある黄色の2連ありますよね、これを手前に持った時に右側にあるのか左側にあるのか、はい、今回の49番は左側にあるやつなので、この48番と間違えないようにしましょう。はい、で今回の49番の持つ向きなんですが、この側面の黄色の2連を後ろ側にして、こういう風にして持ちましょう。はい、では次の回転記号通りとなります。はい、ではやっていきましょう。持ち方はこのままで大丈夫です。まず R プライム F、 ここでセクシームーブですね。 R U、 R プライム U プライム、そして F プライム、この後に U を左手の人差し指でプッシュして、そのまま R、こういう感じになります。もう一度やっていきましょう。はい、こういう形になったら、この黄色の2連を右奥のこの位置に持っていって、このまま R プライム F、 そしてセクシームーブ R U、 R プライム U プライム、そしてここで F プライムをやった後、左手の人差し指でプッシュして R、 こういう感じになります。で、この8手目の U、 この押し込みでプッシュするやつですね、これがやりにくいよっていう場合は、リグリップして持ち替えて UR としても大丈夫です。一度やってみます。 R プライム F、 そしてセクシームーブで F プライム、この後ですね、この手をこのままこういう風にリグリップして UR、 こういう風にしても大丈夫だと思います。ここからこういって、ここでリグリップして UR するので少し効率が悪いんですが、このプッシュがやりにくいっていう場合はこれでも大丈夫です。では普通にやってみます。はい、では50番の形の解説をしていきたいと思います。この形はですね、51番で解説するこの形、これですね、これに非常によく似てるんですが、見分け方はですね、側面に黄色が一つだけこういう風にコーナーにあるんですね。ここを手前に持った時にこういう風に見たらですね、今回の50番はアルファベットの D みたいな感じになっていて、側面のここに黄色があると、逆に51番はこういう風に見たらアルファベットの小文字の B みたいな感じでここに黄色がある。なので側面のコーナーの黄色を手前に持った時に、小文字の D なのか B なのかで見分けることができます。今回はこの D のタイプです。51番のこの小文字の B みたいなやつと間違えないようにしましょう。で、今回の50番の持つ向きなんですけども、このままで大丈夫です。つまり側面にあるコーナーのこの黄色をですね、手前の左に来るようにしてこういう風に持ちます。で、次の回転記号通りとなります。持ち方はこのままで大丈夫です。はい、それではやっていきましょう。まず最初に S という動きをするんですが、この真ん中の列をこちら側に、時計回りに右手の人差し指でこういう風に回します。で、セクシームーブをします。R、U、R プライム、U プライム。そしてスレッジハンマー、R プライム、F、R。ここで左手の人差し指でミハイルトリガー。こういう風にして F プライム W をします。はい、ではもう一度やってみましょう。はい、こういう風な形になったら、この状態のまま右手の人差し指で S、 そしてセクシームーブ R、U、R プライム、U プライム、ここでスレッジハンマー R プライム、F、R、 ここで F プライム W をミハイルトリガー。はい、こういう感じになります。はい、最初の S を右手の人差し指でこうやった後に、またセクシームーブのための U をこの右手の人差し指でやらないといけなくなるので、これがちょっと忙しくて大変だよっていう方は、最初の段階で右手の親指を下側に回して、このような状態で右手の中指でこうやってしまってもいいかもしれないですね。そしてこのままセクシームーブをして、ここの U プライムするときに、ここでリグリップをして、この状態のままスレッジハンマーをして、でミハイルトリガーでこうすると、はい、これでもいいかもしれません。はい、つまり一度やってみると、右手の中指でこんな感じですね。僕はよくこういう風にやっています。はい、では一度最初の指使いでこのままやってみたいと思います。はい、では51番の形の解説をしていきます。これはですね、50番で紹介したこれですね、これによく似ているんですが、見分け方はですね、この側面のコーナーの黄色を手前にして持った時に、今回の51番はこういう風に持った時に、上から見たらここがですね、アルファベットの小文字の B みたいな感じになっていて、ここに黄色があると。
で逆に50番はアルファベットの D みたいな感じですね。 ABCD の D みたいな感じになっていて、ここにコーナーの黄色があると、はい、こういう違いですね。これで見分けることができます。今回の51番はアルファベットの B みたいなこちら側なので、50番のこれと間違えないようにしましょう。はい、今回の51番の手順なんですが、まず持つ向きなんですが、この側面の黄色を横側にしてこういう風に持ちます。はい、形が似ている50番はこう向きだったんですが、今回はこう向きです。はい、で次の回転記号通りとなります。はい、ではやっていきましょう。持ち方は右手の親指を下側に回してこういう風に持ちます。で右手の人差し指でこのまま S をします。はい、でこのままセクシームーブです。 R UR プライム、U プライム。はい。これでペアがここに来てるんですが、このペアをこのまま F プライム W で上に上げます。はい。そして U プライム、F。こういう手順となります。はい。ではもう一度行きましょう。右手の親指を下に回して、このまま S。そしてセクシームーブ、R、U、R プライム、U プライム。そしてここでこのペアをこのまま F プライム W で上げて、U プライム、F と。この最初の S なんですが、右手の人差し指でこうやって S をやった後に、次にセクシームーブの U でまた右手の人差し指を使わないといけないので、これがやりにくいよっていう場合は右手の中指でこのまま S をしてしまってもいいかもしれません。そうすると人差し指が空いているので、このままセクシームーブをやってペアがここに来たらこのまま F プライム W をすると、はい。そして U プライム F、 はい、こういう風な感じでもいいと思います。どちらでもやりやすい方で大丈夫だと思います。それでは一度やってみます。はい、この51番はもう一つおすすめの手順があって、次の回転記号通りとなります。この手順は少し指使いが難しいんですが、僕はいつもこちらを使っています。それではいきます。先ほどとは違って、側面にあるコーナーの黄色、これを手前側にしてこういう風に持ちます。持ち方はこのままで大丈夫です。はい、それではやっていきましょう。まずですね、右2層を R'W で下に下げます。はい。そしてこのまま右手の人差し指でプッシュする感じで F' をします。はい。そして次にまたプッシュなんですけども、左手の人差し指で U をします。はい。2連続プッシュが出てくる感じですね。はい。そしてここで F、RW、U', RW', また U' をして RW で上に上げます。はい、少し複雑なんですけども、もう一度やってみましょう。こう向きで持って、右2層を R'W で下げる。そして右手の人差し指で F' プッシュ。そしてここでさらにプッシュなんですが、左手の人差し指で U。そして F、RW で上に上げて U'。RW' で下げて U', RW で上げる。はい、それでは一度普通にやってみます。こう向きで持って、はい、では52番の解説をしたいと思います。この52番はですね、53番の形とよく似ていて、53番がこれです。はい、真逆の形になっているんですが、この側面を見た時にですね、黄色の横並びの2連が1箇所しかないんですね。パーッと見るとここしかないです。はい、53番もここしかないです。はい、でその黄色の2連を手前に持った時に右側にあるのか左側にあるのかで変わってくるんですが、今回は右にあるパターンなので、これと間違えないようにしましょう。ではこの形になった時の手順なんですけども、この黄色の2連を前に持ったこの状態のまま手順を行います。この回転記号通りとなります。で持ち方なんですが、右手の親指を下に回してこういう風な感じで持ちます。はい、で手順的には非常に簡単で、 F をやった後にセクシームーブを2回やって F' で戻すだけです。ではやってみましょう。まず F、そしてセクシームーブを2回、 R、U、R'、U'、 そしてもう一度 R、U、R'、U', そして F' で戻すだけです。もう一度やってみましょう。この形になったらこのまま F、セクシームーブを2回、そして F' で戻すだけ。はい、では普通にやってみます。はい、では53番の形の解説をしたいと思います。これはですね、52番で出てきたこれですね、これの真逆の形なんですが、52番は非常に簡単な F をしてセクシームーブ2回して F' で戻すと、は
い、それだけだったんですけど、今回の53番は52番の真逆の形になっているので、この簡単な52番の手順の鏡手順、つまり左を主体にして回すことになるので、 F プライムをしてセクシームーブを左で2回やって F で戻せば揃うんですが、それだと少しやりにくいので別の手順で覚えた方がいいと思います。その手順はこの通りとなります。はい、それでは53番をやっていきましょう。まず持つ向きなんですけども、この前側にある黄色の2連を右側に持っていきましょう。はい、この状態でスタートです。はい、ではやっていきましょう。まずですね、右手の親指で下げるように F をします。はい、そして R プライム、ここで左手の人差し指でミハエルトリガー、はい、そして R、U2、R、U プライム、R プライム、U、R、U プライム2、そして R プライムです。はい、それではもう一度やっていきましょう。まず右手の親指で下げるように F、 そして R プライム、次に左手の人差し指でミハイルトリガーで F プライム、 R、 U2、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 ここで U プライム2で R プライムをすると。はい、では一度普通にやってみます。はい、では54番の形の解説をしていきたいと思います。はい、この形はですね、こういう風な L 字のタイプになっていて、で側面を見ると黄色の3つ並んでる部分が1つあります。はい、こういう風な形となるんですが、55番で紹介するこの形とよく似ています。はい、パッと見似てるんですが、見分け方はですね、この黄色の3つ並んでる部分を手前に持った時に、この L 字が右側にあるのか左側にあるのか、はい、今回は左側にあるタイプとなります。あともう一つ、ここに黄色のヘッドライトがあるんですが、このヘッドライトを向こう側にして今回は持ちます。はい、次の55番ではこの黄色のヘッドライトを手前にします。はい、55番と間違えないようにしましょう。はい、今回の54番はこの黄色の3つ並んでいるところを手前にして持って、このヘッドライトを向こう側ですね、なんとなく僕はこれが戦車に見えて、ここから向こうに発射するイメージでこのヘッドライトを向こうに向けてます。手順も RW からスタートで向こう側に動かすので、あちら側にここから鉄砲が発射するような、そういうイメージですね、こう動かすので。ということで持つ向きはこうですね。で次の回転記号通りとなります。そしてまず右手の持ち方なんですが、親指を下側にしてこういう風な感じで持ちます。はい、でセクシームーブの U が2回バージョンの最初がダブルバージョンっていうのをやります。ではやっていきます。このまま RW で U2、 R プライムして U プライム、はい、そして次に普通にセクシームーブをします。 R、 U、 R プライム、 U プライム、そして次に R、 U プライム、 R プライム、 W で2層とも下げます。はい、もう一度やってみましょう。はい、まずこうなったら黄色の3つ並んでるところを手前にして、これでこういう風に持ちます。でセクシームーブの U が2回バージョンの最初だけダブルのやつをやります。RW、U2、R プライム、U プライム、そして次に普通にセクシーム、 R、U、R プライム、U プライム、次に R、U プライム、RW プライムで下げると。で4番で紹介したこの形ですね、この形のこの時の手順の最初と最後がダブルになっているだけっていう覚え方でも、これのこの時の手順は、今のやつと今回のこの手順は最初と最後がダブルになっているだけです。はい、これだけでできるので非常に簡単に覚えれると思います。では普通にやってみます。はい、もう一つ手順を紹介したいんですが、今回の手順はこの3つ並んでいる黄色を左側にしてこういう風に持ちましょう。で次の回転記号通りとなります。はい、これも4番で紹介したこの時の形の横に向けてやる手順ですね、この時の手順の最初と最後がダブルになっているだけです。はい、こういう手順でしたね。はい、で今のやつの最初と最後をダブルにするとこれができます。ではやっていきます。持ち方はこのままで大丈夫で、このまま RW で2層とも上げる、そして左手の人差し指でプッシュ、そして R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、 UR、 ここで U プライム2をして R プライム W で下げる感じですね。もう一度やってみましょう。 RW プッシュで U、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム2で R プライム W と。で2手目のプッシュの U なんですけども、これがやりにくいよっていう場合は、
左手の人差し指で払うように U を押しても大丈夫です。つまり最初から人差し指をここに置いておいて、これでも大丈夫です。では普通にやってみます。はい、それでは55番の形の解説をしたいと思います。これはですね、54番の形と非常によく似ていて、これが54番なんですけども、この横から見た時の側面にあるヘッドライトですね、黄色のヘッドライトを手前にした時に、この L 字のやつが右側にあるのか左側にあるのか、今回は左側にあるタイプとなります。はい、反対から見ても分かります。この黄色の3つ並びを手前にした時に L 字が左側に寄っていたら、これは54番、右側に寄っていたら55番です。ということで54番と間違えないようにしましょう。はい、今回は55番の形なんですが、54番の時に何か戦車みたいな感じだと僕は言ったんですけども、この黄色のヘッドライトが大砲みたいな感じで、54番の時はこれですね、この大砲を向こうに向けて向こうに発射するようなイメージでこういう風にやったんですが、でも今回の55番はこの大砲のこの出口をですね、こちら側に自分の方に向けるような感じで持ちます。この側面の黄色の3つ並んでる部分が後ろ側に来るようにして持ちます。で、次の回転記号通りとなります。はい、それでは一度やっていきましょう。まず RW プライムで右2層を下に下げます。はい、そして U プライム2、次にセクシームーブをします。 R、U、R プライム、U プライム、はい、次に R、U、R プライムとするんですが、この次にもう一度 U をしないといけないので、この時に左手の人差し指で払うように U をして RW で2層とも上げると、はい、こんな感じになります。もう一度やってみましょう。こういう風な形になっていたら、この3つ並びを後ろ側にして、この大砲の入り口を自分の方に向けて、この状態で RW プライムで2層とも下げる、 U プライム2、ここでセクシームーブ、 R、U、R プライム、 U プライム、そして R、U、R プライムをした後にもう一度 U をしないといけないので、このまま行くとこんな感じの手つきになってしまうので、この時に左手の人差し指で払うように U をして RW で上げると、はい、普通にやってみます。そして今の手順は54番の時と同様に、4番で紹介したこの手順の最初と最後がダブルになっているだけです。つまりこの形の OLL になった時に、今やった手順の最初と最後をダブルじゃない普通の R プライムとか R に変えると揃えることができます。つまりこの OLL とこれは似ているということですね。はい、はい、もう一つ手順を紹介したいんですけども、54番の時のような横に向けてやる手順ですね。はい、で54番の真逆になっているので、この手順的にも真逆にすれば揃えることができるんですけども、真逆の鏡手順でやる場合なんですけども、それはこういうふうに持って、回転記号的にはこんな感じなんですけども、左を主体にしてこういうふうに動かさないといけなくなるので、少し回しづらいのかなと思っています。こういうふうな手順になるんですが、僕的に左主体で動かすこの手順が少しやりにくいなと感じているので、今回は別の手順を紹介したいと思います。はい、今回紹介する2つ目の手順はこの通りとなります。持つ向きなんですが、黄色の3つ並んでいるところを左にしてこういう風に持ちます。54番の時に解説した横向きでやる2つ目の手順と同じ向きで持っています。はい、この時に上側に L 字があれば54番、下側に L 字があれば55番となります。はい、ではやっていきましょう。この時の手順なんですが、まず RW プライムをするので、右手の親指を上側にしてこういう風に持ってスタートします。ではいきます。 RW プライム、 U プライム、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、ここで U2 をして RW で上に上げます。はい、もう一度やってみましょう。こういう風な形になったら、黄色の3つ並びを左側にして、下側に L 字があることを確認して、もしこれが上側にあったら54番です。今は下にあるので55番となります。まず始めるときに親指を上にしてこういう風に持って、 RW プライム、 U プライム、 R、 U プライム、 R プライム、 U、 R、 U プライム、 R プライム、はい、ここで U2 をして RW をするんですが、この時に U2 をしたらですね、右手の人差し指中指がこの位置にあります。なので右手の薬指と若干小指が当たってる感じと
右手の親指、こんな感じで挟んでる感じになるので RW をしようと思った時にこうなっちゃうことがあるんですね。あんまり深く持てないので、ここであんまり深く持っていると肝心の U2 ができなくなるので、ちょっと浅めに持っているはずなんですね。なので最後の手順のこの RW をやろうと思った時に R、 こういう風になっちゃう時があるんですね。はい、それを回避するために最後の RW は右手の薬指と親指で R を回すような感じ、プラス左手の薬指で M プライムをするような感じで一気にやると比較的やりやすいと思います。こういう風な感じですね。はい、ではもう一度やってみましょう。こういう風になったら右手の親指を上側に回して、ここから RW プライム、U プライム、R、U プライム、R プライム、U、R、U プライム、R プライム、ここで U2 をせずに U プライム2、こうすれば最後 RW は上げやすいんですが、この最後の U2 にたどり着くまでに左手を結構使っているので、ここでも左手を使うのは結構厳しいと思うので、ここは右で U2 をして R と M プライムを一緒にやるような感じで、ここですね、これとこうです。こうやると割とやりやすいと思います。では一度やってみます。はい、56番の形の解説をしたいと思います。はい、この形はですね、57番の形に非常によく似ていて、これが57番なんですけども、この56番と57番の見分け方なんですが、この側面をよく見たら3連に並んでいる黄色と2連の部分があります。はい、この3連を手前にした時に、ここの L 字が右側にあれば56番、この L 字が左側にあればこれは57番となります。今回は右寄りの56番となります。こっちと間違えないようにしましょう。で、今回の56番は、2通りの手順を解説しようと思います。はい、覚えやすいんだけどもちょっと手数が多くて効率が悪い方と、効率はいいんだけども少し指使いが難しいという2つの手順を紹介したいと思います。はい、ではまず簡単な方から紹介していきます。はい、まず持ち方なんですが、この3つ並んでいる黄色を手前にしてこういう風に持ちます。はい、回転記号はこの通りとなります。はい、まず右手の親指を下側に回してこういう風な感じで持ちます。はい、まず最初に U が2回バージョンのセクシームーブをする感じで、このまま R、U2、R プライム、U プライム、はい、ここまで来たら R、U プライム、R プライムと、そうすることによって9番の T の形の OLL に変わります。そうなったらあとは F してセクシームーブをやって F プライムで揃えます。もう一度やってみましょう。はい、はい、こういう風な形ですね。これになったら3つ並んでいる部分を手前にしてこういう風に持ちます。では親指を下に回して U が2回バージョンのセクシームーブをします。 R、U2、R プライム、U プライム、はい、ここで R、U プライム、R プライムをすると9番になるので、このまま F、R、U、R プライム、U プライム、F プライムで揃います。はい、それでは普通にやってみます。はい、ではもう一つの手順を紹介したいと思います。こちらの方が効率はいいんですが少し指使いが難しい手順となってます。持つ向きが先ほどとは違って、今回はこう向きで持ちます。はい、黄色の3つ並びが左側ですね。この状態で持って次の回転記号通りとなります。はい、はい、ではやっていきましょう。まず持ち方はとりあえずこのままで大丈夫です。まず RW プライムで右に層を下げる、はい、そして左の人差し指でプッシュします。U ですね。このまま RW2 をします。こうですね、はい、そして U プライム、そして戻してくる感じで RW2 プライムをします。このまま2つとも下げてくる、そしてもう一度 U プライム、はい、そしてここでもう一度 RW2 をします。はい、そしてここでもう一度左の人差し指でプッシュして RW プライムで戻すと、はい、ちょっとややこしいのでもう一度やります。はい、こういう風な形になったらこの状態で持ってまず RW プライムで2層を下げる、はい、この次に左の人差し指でプッシュ、 U ですね。このまま RW2 をして U プライム、戻してくる感じで RW2 プライムをします。そしてもう一度 U プライム、ここで RW2 をもう一度やった後に左手の人差し指で U プッシュですね。そして RW プライムで戻す、はい、でこの2手目の U なんですが、これがちょっと僕はやりにくいかなと感じているので、この2手目の U を少しでもやりやすくするために、僕は払うようにして U をやっています。はい、そうするとですね、まず2層を下げて、このまま U をすると、はい。
で2層とも2回上げて U プライム、2回下げてきて U プライム、2回上げて U を知って戻すと。最後から2番目の U はプッシュでこうやっています。はい、今の指使いで普通にやってみると、まず最初に左の人差し指をここにスタンバイしておいて、この状態でこういう風にしています。あと2手目の U がプッシュでもこう払うようにしても、どちらでもやりにくいよっていう場合は、最初に右手の親指を上側に回して、このままやるとやりやすいと思います。この状態で RW プライム U、 そしてこの右手の中指でこのまま回すような感じで RW2 をします。はい、そしてこのまま流れるように U プライム RW プライム2 U プライム RW2、 ここでプッシュで U をして戻してくると。はい、これでも大丈夫です。今やった指使いで普通にやってみると非常にやりやすいです。はい、では57番の形の解説をしていきたいと思います。はい、この形はですね、56番の形と非常によく似ていて、これが56番なんですけども、この3つ並んでいる黄色を手前に持った時に、この L 字ですね、これが右寄りなのか左寄りなのか、左寄りだったら57番、右寄りだったら56番。はい、ややこしいですが56番と見間違えないようにしましょう。で、今回の57番も2通りのパターンを紹介しようと思います。簡単で覚えやすいけども少し効率が悪い方と、効率はいいけども指使いが少し難しいという手順の2パターンですね。ではまず簡単な方の手順からやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。この3つ並んでいる黄色が後ろ側に来るようにして、こういう風に持ちます。はい、持ち方はこのままで大丈夫です。ではいきます。まず R プライム、そして U プライム2、ここで R、U、R プライム、そしてもう一度 U をするんですが、右手の薬指でこのまま U をする感じですね。そして R、 そうすると9番の OLL T の形になるので、このまま F、 セクシームーブ、 R、 U、 R プライム、 U プライム、そして F プライムをすると揃います。もう一度やってみましょう。はい、こういう風な形になったら、3つ並んでいるところを後ろにして、この状態でスタートです。ではいきます。 R プライム、 U プライム2、R、U、R プライム、ここで U をして R、 そうすると9番の T の OLL になるので、このまま F、 セクシームーブ、 R、U、 R プライム、 U プライム、そして F プライムで揃います。この途中の9番の OLL T の形になった時ぐらいにリグリップをする必要があるんですが、このまま R プライム、 U プライム2、 R、 U、 R プライム、ここで U をして R をしているので、ここでこういう風な感じで親指を下に回して、このまま F、 セクシームーブ、 F プライムと、はい、こういう風な感じになります。では普通にやってみます。はい、それではもう一つの効率がいい方の手順を紹介したいと思います。はい、回転記号はこの通りなんですけども、持つ向きはですね、先ほどはこうだったんですけども、今回は黄色の3つ並んでいるところを左側にして、こういう風に持ちます。持ち方はこのままで大丈夫です。ではやっていきましょう。まず RW で右2層を上げます。はい、次に U プライムをします。そしてここで RW2 プライムをして、右2層を2回下げると。はい、ここで U をするので、左手の人差し指で払うように U をします。そしてここで RW2 で右2層を上に2回上げます。はい、そしてもう一度 U をするんですが、ここは左の人差し指でプッシュをします。はい、そして RW プライム2をすると、はい、ここで U プライムをして RW で上げると、はい、はい、ではもう一度やっていきましょう。黄色の3つ並んでいるところを左側にして、手前の右にこういう風に2連が来るような状態ですね。はい、この状態になったら、まず右2層を RW で上に1回上げます。はい、ここで U プライムをして、右2層を下に2回下げる感じで RW プライム2ですね。ここで払うように U をして、そして RW2 で2回上げて、ここでも U をするんですが、ここはプッシュで U と、はい、そしてこの後 RW プライム2で2回下げてきて、 U プライムして RW です。なのでこの右2層が上に行ったり下に行ったり、こうハンドルみたいにぐるぐる回る感じですね。一度普通にやってみます。この手順は慣れると非常にやりやすいので、おすすめの手順です。はい、56番をやると57番に変わるので、そして57番をやって、こういう風に交互に練習がずっとできます。